これ新しいステッカーね。これあのグッズです。これグッズです。よろしく。OK です。ごめんね、本当に。ちょっと嫌な思いさせちゃったよね。ずっとさっきの枠でもずっと謝ってたから。これグッズです。よろしくお願いします。なんだこれ。なんかずれてねえか、申し訳ない。なんだろう、ちょっとおかしいな。はい、ワード2。デザインこれで決定です。デザインこれで決定です。納品してきました。納品じゃねえ。なんだ。契約してきました。てかあれだよ、カツオね、多分ニコ生リスナーでね、全然分かってないから言っとくけど、IP バン食らうからね、複数アカウント持ってても。だから気をつけた方がいいよ。ここ、あれだからニコ生みたいにアンチコメント普通にみんなブロックするから、ニコ生のノリ全然通用しないかんね。だから分かってなくて、多分アンチコメント普通にニコ生のノリで書いてるけど、ずっと見られなくなるよ。ログインできなくなるよ、キャスみたいに。気をつけた方がいいよ。全然文化違うから。うん。なんだろう。もう時代は変わってるよ。気をつけな。うん。もうふわっちが主流になってくるから、これから。竹本高顔丸出しでね、配信、あ、墨丸出しで、うん、あ、さっきの枠の解説しようか。格闘技のドレさんから教わったことの復習みたいなこと。ちなみに俺、格闘技全然自分が強いとも思ってるわけじゃないけど、なんつうんだろう。まあ、体感したことってあるじゃん。前蹴りは嫌だね。要は、前蹴りっていうのはジャブなんだよ。パンチでいうところの。距離測るのと、あと、牽制するっていう。だから、ボクサーの場合だと、もう思いっきり外に出るか、思いっきり中に入るかって安全圏じゃん。クリンチの距離っていうの。で、ボクサーがなんでクリンチできるかっていうのは、肘がないからなのよ。要は、ショートパンチってないじゃん。まあ、あるんだけど、アッパーとか。でも、極端な話、抱きついちゃえば大丈夫なんだけど、抱きつかれても、その首相撲をこうやって回すときに肘入れられるんだよ。危ないの。飛び膝みたいな感じで飛び込むっていうのはもう素人かな。あ、奇襲としてはありかもしんないんだけど、現実的じゃないっていう判断。要は、俺が覚えられるかどうかっていう問題。で、まあ、ボクサーだったらわかると思うんだけど、一個のパンチを覚えるのにやっぱ数ヶ月かかるわけよ。ちゃんとものにするには。肘も膝もあり。首相撲もあり。KP。だから危ないのよ。前蹴りはキャッチして引きつくて顔面にパンチ叩き込むのが好きですね。それ上手い人じゃん。やっぱり、やってる人っていうか。俺やっぱ前蹴りさばけないもん。うん。
だからそのなんかね、そのいや言いたいことはわかるんだけど、その一個も物になってなくてやるのは俺は危険だと思ってるから、ムエタイルールだよ。あ、どうもどうもミニさん、書店さんいらっしゃい。だあくまで俺は格闘家じゃなくて、その格闘技やらスパーリングやらスパーリングとも言えないけど、あんなの、っていうかね、あの俺からするとさ、あんなのスパーリングじゃないよって言われるけど、あの俺が困るのは、俺何の格闘技も経験なくて、どの力でやっていいとか、どんなスピードでやっていいとか教わってないのよ。相手をどれくらい叩いていいとか。だからいきなり、はい、やってみてって言われたから、それはさ、なんか、こんな感じですかみたいになるじゃん。なんか新入社員みたいなノリなんだよ。そう。どれくらいの力で叩いていいとか、どれくらいでやっていいとか、全然わかんないもん。まあ、後半はね、やりながら教わってるけど。肘中心ダメ。肘の当たる距離っていうのはもう、要は超至近距離なの。その距離になるってことは相手の肘も当たる距離なのね。だから、極端な話を言うと、その自分のパンチがギリギリ当たる距離、自分のパン蹴りがギリギリ当たる距離をキープするマスの取り合いなんだよ。距離感の取り合いなの。で、そこまで接近するっていうのは、もう簡単に言うと距離感間違えてるか、相手に飛び込まれたからカウンターで入れる距離の。自分から入る距離じゃないの。要は勝負を五分五分にしちゃってるんだよ。わかる？それってさ、その教わったこと意味ないじゃん。要は賭け事になってるわけだから。そう、殴り合いの喧嘩したこと、まあ何回かはありますけど、弱いっすよ僕。ボコボコにされたことの方が多い。勝ったこともあるけど、喧嘩とは全然違う。左パンチは本当に、ああ、ありがとうございます。でも、なんか、左はその我流で、その、ドレさんから教わったことを、その、自分で考えてアレンジしたんだけど、あれはね、あの、なんだろう、当たった時にか、当たる距離まで踏み込めば、要はね、ドレさんから教わったのっていうのは、要は距離を測るジャブ。で、相手を倒すパンチじゃなくて、距離測ったりとか、牽制のジャブをずっと教わってたんだけど、俺がそのパンチ当たらない、要はドレさんクラスになるともう当たらないのよ。目がいいし反射神経いいから。だから当てることに、攻撃8割に特化させたステップインのジャブなんだよ。まあ、それ左ストレートらしいんだけど、そう、当てる前提、要は当たるっていう時っていうのはカウンターなんて取れないっていうのが分かった。リードジャブっていうのかな。ガタイは良くなったかな、見てみる。ガタイ今どんな感じか全体像を見せようか。じゃあちょっと待ってて。今こんな感じだね、体は。こういう感じ。別に腹も引っ込ませてなくて、普通に立った感じ。背筋を伸ばして普通に立つとこういう感じかな。俺は自分の体だからあんまり実感ないけど、俺はよくわかんないよ、やっぱり1ヶ月しかやってないしさ。だからね、ボクシングとは全然違うと思ってもらった方がいい。キックボクシングは姿勢も違うっていうか、ジャブ、リードジャブ。もう俺はさ、その専門的なのは全然わかんないんだけど、そのやっていく中で自分なりに考えて、自分なりに練習してっていう。リングに上がる勇気はすごい。ぐだぐだ言うやつはリング立って。俺はね、逆の意見。リング立ってみろよじゃなくて、あの、なんか、俺の方が強いって言ってる人いるけど、そこじゃないんだっていうことを、今回のリングに関して言ったら、プロのリングじゃないんだよ。いわば。プロのリングでお金もらうから。でもあくまで配信者としての実力プラスなんだよ。前提にあるのは配信者としての実力なの。だから極端な話、強いやつじゃなくて横山みどりが出るって言った方が湧くし、香川さんが出るとか、わかる。まず、強い格闘技目指すんだったら極真行くし、ボクシング行くし、プロ目指すじゃん。そこじゃないんだよ。この大会のミソっていうのは配信者としての実力ありきなんだよ。
562発も花火来るわけねえだろ。いや、全然来ると思うよ。だって先月200発以上来てんだよ。200何発 ?400 発ぐらい来てるよ。毎月。うん、いや、勝つためにやってるよ。うん。うん、口だけっていうか、なんつうんだろう。口だけって言うけど、なんつうんだろう。俺多分、配信者の中で、なんだろう。なんだろう。一番練習してると思うんだけど、なんで俺が一番叩かれるんだろうっていうのはちょっと、あ、まあ、ドルさん、まあ、なんつうんだろう、ドルさんの方が練習してるし、みやびさんの方が練習してると思うけど、誰よりも配信に映してるのは俺だと思うんだけど、なんで叩かれるんだろうっていうね。うん。殴られて配信者は見せ場を作る感じですかね。いや、俺は倒しに行く、全然。もう、初っ端から倒しに行く。うん。あ、ありがとう、ありがとう。応援はめっちゃ嬉しいよ。だけど、あくまで俺は世界最強を目指してるわけでも、今回は勝つよ。相手に勝つことは目指してるけど、あくまで、格闘家じゃないんだっていうところは、うん、便所太郎さんが配信するよ。格闘家を目指してるわけじゃないんだっていうのは分かってもらいたいかもしれない。俺は、プロだって名乗ってんのは配信者なんだよ。格闘家でプロ名乗ったこともないし、俺より強いやつなんか本当に5万といるし、リスナーの方が絶対強いよ。ありがとう。便所太郎さんのツイキャスでやるって。MMA って何？ MMA って愛子さん。MMA が分かんないな。セコンドロカオさん。あ、まあまあ、その辺はでも余裕ないよ、正直言うと。俺は結構ガチでやろうと思ってて、今回のは。うん、笑いは取る必要はないと思ってるから、今回のは。総合格闘技 MMA なんだ。MMA じゃないよ。総合じゃないから、ルールは。うん。ルールは総合じゃない。だから、よくなんか、俺強えって意気がってるとか言ってるけど、俺全然そんなこと思ってなくて、俺自分が弱いの自覚してるから練習してるの。ムエタイルールだね。そうだね。ムエタイルールは。うん。そうそうそう。相手に殺される、要はさ、24歳の若い子とスポーツマンと戦うわけだから、俺は死ぬ確率高いんだよ。まあ死なないよって言うかもしれないけど、前歯折れたりとか、骨折とかあり得るんだよ、全然。だから体壊さないように相手を殺す技術っていうのを学んでるつもりだけど。うん。ブロック入れるよ、真面目くん。全然応援する気ないんなら別に見なくていいから、俺の放送。うん、出血。まあ一応肘当てと、膝当てと、レッグガード、レガースとグローブはつけるから、怪我するよ、本当に。だって俺、何回もね、達彦さんの蹴りで足引きずったりとか、ドレさんの蹴りで1週間、2週間足引きずったりとか、もう首ガキガキになってんだもん。そんなの。最近はスパーやってないから体調いいけど、毎日ボロボロだよ。傷だらけだったもんね。うん、拳も擦り切れてたし。いや、死ぬ死ぬ、全然。ファールカップ気をつけてくださいね。僕も、うわぁ、ももに刺さったことある。うん。非常なやつ。え、誰のことを見る子さん。和道さんもたまにはかっこいいとこを見せてくださいよ。いやいや、かっこつけたいよ、俺だって。うん。俺だってかっこつけたいよ、リスナーの前で。肘膝ありだね。だから、その距離感だっていう風に教わってる。もう距離の取り合いっていうか。うん、はいはい、バイバイ。ああ、こいつね。うん、ほっといていいよ、うん。口だけで何にもできないやつだから。うん、ほっといていい、こういうのは。バカだから。別にね、俺からお願いしてみてくださいって言ってるわけじゃなくて、リスナーさんと配信者は対等じゃん。礼儀のないやつも嫌いだし関わりたくないもん。接近してきたら相手の肉切り包丁膝カット。いや、俺は多分接近してきたら絶対勝つっていう必殺技があんの。それは達彦さん、東京先輩はスパー何回もやってもらえたからわかるけど、近づいたら俺は有利だと思ってる。
そうだね。相手は練習しないって言ってるからね。3ピンローキック強いみたいだが、僕もローキック、股間に当たってファールカップ内ももに刺さったんで気をつけてください。了解です。カットですね。あるある。辰彦さんは接近したら和道有利だっていうのは分かってるはずだよ。辰彦さんから2回取らせてもらってるから。ドレさんに必殺技を教えてもらってんの俺。キーは接近だと思ってる。そうだね。ドレさんも団子になるっていうふうに言ってるから、ドレスペシャルっていう必殺技があるんだよ、俺には。あれはもう一発で勝てる。辰彦さんやばいっすよね、ドレスペシャル。あれ絶対ボクサーとかキックボクサーじゃ読めないっすよね。接近戦超有利。いや、それ見せてあげようか。動画でキャプローか。あんまり敵に情報を渡したくないからあれなんだけど、接近したら俺超有利だよ。見る？見たい？もうドレさんから必殺技最初の頃に教わってんのよ、俺。で、もうそれは練習してるから、ちょっと特殊な技なんだよ。最初の回で教えてもらったっけな。ちょっと覚えてないんだけど。見る？相手は研究してても多分ね、対処の仕方わかんないと思ってる。これに関しては。っていうかもう決まったら対処できなくて一発 KO だから。あれはやばいっすよね。しかもね、ただの首相撲じゃなくて特殊な首相撲なんですよ。ドレさんが開発したオリジナル技なのね。ああ、見ようか、じゃあ。今見せる。あ、いいよ、別に。対処はしようがないと思う。ただ、これ見たら多分ね、もう接近戦はやめとけって多分アドバイスすると思う、普通の人は。今、キャプるね。で、感覚もう掴んだから、やり方はもう体で覚えちゃったから、接近戦になったら、肘、膝とかいうレベルじゃなくて、膝だったらお互い出せるわけじゃん。だけどね、これはね、対処のしようがない技なんだよ。特殊な首相撲で。見る？今やるよ、キャプるよ。ちょっと待って。これはあれだよ、どんな格闘技っつうか、これはムエタイルールだったら、ほんと使えるっていうか、ドレさんすごいと思ったもん。映像映ってる？大丈夫？あ、ずれた。マジで強いよ、この技は。いくよ。チャンピンが距離取っても、左があるからね。そうそう、距離があるのと接近戦両方とも対処してるから。これ辰彦さんとやらせていただいたスパーなんだけど、これは距離間違えてんのね。これは距離が近すぎるの。まあ、一発でこれ、ローでやられるパターンね。これが一発でローをぶっ壊されるやつだよ。軽くやられても、芯に当たるとこうなっちゃうっていう。本当にいい経験だったよ、これ。いや、マジで痛かったもん。痛いとかじゃないんだよ、もう。ビリビリ痺れて動けなくなるの。言っとくけど、あれだよ、辰彦さんなんか本気出したら俺のことなんか一発で乗せるんだからね。て、あの、力抜いて2割ぐらいの力でやってくれてんだからね。そこは誤解しないでね。辰彦さんは余裕だよ。痛がってんの、俺。で、辰彦さんっていうのが今、スパーやっていただいてる人ね。これが大体3週間ぐらい前かな。あ、ローキック強いんすか？どこ蹴っていいのかよく分かってないんだよね。まあ、腹出てるね、やっぱり。体ができてない。で、こっからちょっとなんか手加減し合って遊びになるんだけど、後半ちゃんとやる。辰彦さんはだから実際手合わせてるから分かる。後半エンジンかかってくるんだけど、ローとジャブは褒められてるね。ドレさんもロー重いって言ってた。
ロー練習した方がいいって。ローはね、空手を教わってたから蹴り方わかるんだよね。体勢崩される。あとでもう一回検証。この辺の距離が俺の距離なの。この辺の距離、この辺の距離はあの俺の距離なんだよ。だんだん分かってきたの、この日。この距離ちょっと離れるっていうか、この距離、この距離ちょっと離れ目ぐらいの距離が俺の距離だっていうのが分かって。浴びせ蹴りなんか無理だよ、うん、はい、和骨。この距離ね、この距離、この後がいいんだよね。この辺から良くなる距離が、これこの距離すごい切れてる。でこっからこれドレスペシャル、これこれあの手加減してお互いそのゆっくりやってるから分かんないかもしれないけど、すごい有効なんだよ。今のがドレさんのやつ。ガチの膝なら全然いけますよね。これここで右手上げて回転させて引っ張るっていう、これはあの膝思いっきりかち上げたら相手の首いかれるやつね。ムエタイの技じゃないの。ムエタイの首相撲全然違くて、サブミッションが軽く入ってんの。だからね、相手対処できないんだよ、一回決まっちゃうと。で2回目もやるから見てて。ちょっとね、特殊な技なの。要は対処がしようがない、これ。あのなんかこの技が来るっていう研究してかないとダメ。2ラウンド目も入れさせてもらえるから。いや別に喋ってても大丈夫でしょ。これ結構高度な技だからびっくりしたんですよ。これ練習してたんですよ、実はノンタンと。合気道というかサブミッション系ですね。総合格闘技やってたドレさんならではの技で、これが2ラウンド目なんだけど、これはもうボッコボコにされるけど、1回だけ決まってる。これジャブ急にエンジン上げてくれたんだよね。ジャブのキレが全然違うよね。ここでも決まるから見てて。これでクリンチからのこれ、これ今投げたけど、これ膝に持ってけるんだよ、わかる？今膝入れられたのわかる？投げたんだけど、この技って決まれば膝に持ってけるの。これは距離取りたくて投げたんだけど、辰彦さん体重重いのに振り回せるんだよ。これは本当使える、まあ、こっから先はボコボコにされるだけ。これ多分辰彦さんも地下格闘技の試合で使えるやつだよね。要はね、膝に持ってくまでの体勢がすごい綺麗で、相手が上前かがみになってさらに振り回せて膝を思いっきりぶち込めるの。左で僕のジャブにカウンター合わせられてる。あー、それは気づいてなかったですね、全然。流れるようにそうドーンって、相手の体勢崩して要はガッていくから、相手がノーガード状態、要は体勢が最悪な状態で来るんだよね。このボディ痛かったな。ボディ返したんだよ。そうボディが良かったからボディ返したんだよ。いや接近戦はダメなんだって、だから、うん、もうこっから体力ない。こっからはもうボコボコにされるだけ。ガード下がっちゃって、俺はねリズム感いいファイターじゃないからね、足使えないんだよね。足動かすとパンチが打てなくなるんだよ。
難しいよ、動きながらパンチ打つの。腰が入らないんだよ。ベタ足なんだよね。そう、腕を取って膝なんだよ。そう、原理で言うと。まあ、もう、アイコン、文句があるんなら見なきゃいいじゃん。別にブラウザバックしたら見なくて済むんだろ。あ、ありがとうございます、翔太さん。ぜひ会場で声かけてください。まあ、こんな感じですね。こんな感じです。こんな感じですね。その距離が詰まったら俺の方が実は有利っていうのはこれ。神になった時はローっすね、もう。神になった時はロー、ロー、ロー。リー、リー、リーのロー、ロー、ローだ。いや、結構頑張ってますよ、シャドウとかも。どれさんとスパー見るじゃ、リーリーリーのローローローですよ、基本は。どれさんの方はこっちだね。相手はね、練習してないから、もう和道なんてイチコロだよって言ってる。相手の動画は1個だけ持ってるよ俺。はい、ブロックでーす。これがドレさん。もうパンチ一発も当たらなくて悔しかったっていう。これで、さっきの来週に、もう一発も当たんないっていうやつね。あ、相手の動画今流すよ、次。これでしょ、今言ったのってブーメランパンチとかハンマーパンチってこれのことでしょ。当たんないんだよ多分。これだと思うんだけど、左にステップインしてこれ、こんなん当たんないよ。いや、殺す気でやってるよ。これはね、蹴りがあるからダメなんだよね。もっと近づかないといけないけど、蹴りがあるから。今インロー蹴られてんの分かる、これ。これでね、膝やられちゃうんだよ。こっちの方が有効なの、簡単に言うと。ハンマーフックで顎狙うよりも、相手の足壊した方がいいの。そう。だからね、距離が足の方が長いし、難しいんだよ。もう壊されたでしょ、今。3発目で壊されてる。いや、真剣にやるとこうなっちゃうよ、素人が。相手はプロだけど、プロではないか。相手はもう総合格闘技ずっとやってる人だから余裕だけどさ。ドレさん、ヘビー級だぜ。身長180以上なんだよ。やってみなよ、怖いよ。そうだね、ローと、だから、至近距離の肘、膝とか。あとはもう、足が壊れて突っ立ってる時にパンチだよ。だから後半戦初めてパンチがあると思ってる。これが現実だよ。そう、みんなさ、客観的にプロの試合の目線で言ってるからそう言ってるけど、じゃあやってみろって思うよ。俺は足壊しに行くね。ローは褒められたから。あと、まあ何個かプランはあるんだけど、基本的にはワンツーローで序盤に足壊して突っ立ったらパンチで持ってくとか、あとドレスペシャルだよね。これ痛かった、これ。大丈夫か、これやばかったマジで。多分ね、素人の人こうで蹴っちゃうからこうなるよ。マジこれ痛かった。
これ骨折するからね、自分のパンチで、あ、キックで。そう、やったことない人ほどね言うから嫌なんだよね。やったことあ、やったら怖えぞ、階級差考えろよっていう、キャリアと階級差考えろよっていう、こうなるよ絶対。全然当たん、一発も当たんなくてバンバンもらうんだから。うん、いや、ドレさん一発も当たんないよ、蹴りも全部さばかれて。ほら、わかる、もう体力ガンガン奪われてくの、これが現実だよ。むしろね、一番嫌だったのはタイガーだったね。タイガーとやった時が一番嫌だった。俺はタイガーとのあるかな、どれより相手弱いんでしょ、相手だと素人だもん。どれだって俺がやらせてもらってんの、地下格闘技25戦、あとドレさんは総合格闘技25年間やってる、喧嘩だけで4年間飯食ってきた人とか、めちゃめちゃ強い人としかやってないもん。全然余裕だよ俺からしたら。マジでね、強い人としかやってねえんだからさ、何が、全然パンチが怖くないよ。いや、全然大振りになる体力、まあそれドレさんにも直せって言われてるんだけど、ちょっと待ってね、一番最初のスパーリングなんかボッコボコにされたから。これがそうなんだけど、これが喧嘩が、喧嘩で4年間飯食ってた人の、ボッコボコ、パンチめちゃめちゃ重い、うん、そうだね、ローの受けだね、完全に。もう7回ダウンしたの。首が超痛かったよ。多分この人が一番強い、リスナーさんのタイガー。いや、もうやめるレベルだよ、もう心折れるもん。普通にさ、格闘技どころかスポーツもやってないのにさ、みんな強えんだよ。いや、マジでね、手加減してもマジで重たいよこれ。こういう人とやってんだもん、ずっと。いや、腕とか足とか見てごらんよ。そう、いい、あ、ジャブで倒されるんだもん。首バキバキバキって言うんだよ、ジャブで。これリスナーさんね、7回だよ、3分間で。全然全然勝てないよ。スマホ持ってるのはドレさんだよ。だドレさんとかヘビー級なんだって。いや、強い相手とやったら自信がつくと思ったから、強いやつとしかやってないよ俺。蹴り見た、今の蹴りの音聞いた、手加減してこの音だよ。見た、このスピーディーな蹴り見た。うん、やばいでしょ。いや、もう痛いとかじゃないんだよ、体中ボロボロになって、もう意識が飛んでるんだよこの時。すぐこの体でこのスピードの蹴りだよ、見ててごらんこれ。いや、もう超強いよ。そう、それで弱い弱いとかさ、へたれとか言われるんだぜ、うん、やってみろよっていうさ。やばいでしょ、やばいの分かったでしょ、めちゃめちゃやばいから本当に。あ、じゃあ今相手の情報を出すよ。いやいや、あのね、弱い、弱くやってるかもしんないけど、本当にね、バキバキバキって首が言ってるぐらい効いてる。本当にやってみたらわかるよ。佐山悟をイメージしてるんだけど、佐山悟本人ではないよもちろん。ちょっと待って、今見せてあげる。相手の情報はあのちょろっと動画があるから、リスナーさんが撮影した動画があるから、ちょっと待ってね、よし、見つけた。ちょっと待って、キャプルから、これがそうなんだけど、なんかね、もうね、旗からね、その文句だけ言われるのはほんと腹立つよ、一生懸命頑張ってるのに。
なんでこんな言われねえといけねえんだよみたいな。なんで俺こんなボロボロに言われんだろうと、ほんとね、意味がわかんないよ。これが対戦相手で、赤いグローブが対戦相手。いくよ。赤いグローブが対戦相手ね。見える？ OK。スマホで撮影された動画があるから。いや、言ってないの分かるよ。言うやつがムカつくんだって。赤いのが対戦相手。あ、ごめん、ちょっと待って、最初から流すわ。で、黒いグローブがヒカルくんね。ヒカルくん動きいいよね。相手は体重57キロまで痩せちゃってんだよね。で、練習一切しなくても勝てるって、俺に。そう、3代目、3倍目ヒカルくんね。これが対戦相手の情報。これしかない。ヒカルくんすごいいいよね、動き。ヒカルくんは強いと思う。でも相手は余裕で勝つって言ってるよ。んな感じかな、情報は。情報はこれだけ。情報はこれしかない。でも練習はしてないって。相手はね、サッカー選手で、なんか J1 だか J2 からスカウトが来るぐらいの、感じだって。J1 とか J2 とか。だから、まあ、ローの受けだよね、本当に。本当にローの受けだと思う、俺も。下半身すごいいいんだよね。だから体力もあるんだよ。スタミナも切れることないんだよ、相手は。俺が風邪ひいてさ、肺炎になっちゃって、全然動けなかったから。ローだね。だローの打ち合いになるんじゃないの？相手が、青山が出場する時の条件っていうのは、蹴り技ありになったら出るっていう。ボクシングルールだったら出ないっていう。それくらいキックに自信があるんだよ、相手は。あと2ヶ月で、だから走り込みと縄跳びと、今ある、その技術、ドレさんから教わった技術を、なんとかするっていう感じじゃないかな。いや、もう序盤から殺しに行くって宣言されてるね。序盤からもう1分で殺すって言われてる。だからもう、ドレさんの読みだと、団子、要はもう、組合っていうか、もうただの喧嘩になるっていう。だからもう走り込んだやつが勝つっていうのがドルさんの読み。もう素人同士だから絶対、いきなりバッチバチの殴り合いだって言ってる。いかに冷静になれるかっていうのと、団子の状態で、組み技、さっきのドレスペシャルをいかに組むかじゃん。もうそれが課題だよ。いかに冷静に相手を殺せるかだよね。ローは何、なんて読むんだろう。中段上段の蹴り。俺ね、体が異常に硬いんですよ。だから、中段上段はないですね。俺のダメなところなんだけど、もう3ヶ月で体柔らかくするなんて、とても無理なぐらい体ガッチガチに硬いんですよ。だから、ローキックしかないんですよ、僕には。蹴り技は。だから上狙うんだったらパンチしかない。もうこれは体が硬いの、異常に硬いの、子供の頃からだから。しょうがない。前蹴り、下段蹴り、ローリングソバット、
バックブロー、ワンツーのジャブ、あと左ストレート、ステップインジャブ、まあ左ストレートだね。あと首系の技。股関節がひどいんですよ。相手が近づいてきて、ワードが前蹴りとローで距離取って、団子になったら例の技。そうだね、そういう感じ。で、パンチでフィニッシュブローは絶対ないっていうのがドレさんの読みだから、なんでかっていうと、16オンスって言って、なんかもう、綿、めちゃめちゃ詰まってるグローブだから、顎先かすめるなんて絶対無理だっていう風に言われてる。うん。だから、パンチで倒すのはないって踏んでる。ドレさんの読みは。うん。まあ、倒すとしたら、ローキックで足潰すか、もう膝蹴りを思いっきり顔面にぶち込んで、繊維喪失か、ドクターストップ。うん。パンチでの、その KO なんて絶対起こらないっていう風に読んでるね。で俺はそれ信じるしかないから、経験ないから、うん、肘はね、なんだろうね、肘って言うけどそんな肘って当たんないよ。まあもちろん肘もヘッドギアなしなんだよね。ヘッドギアない。だから肘が当たる距離ってお互い当たる距離だから危ないんだよ、うん、接近戦は極力俺はしないよ。自分から飛び込むなんてバカなことやらないよ、うん、俺の首相撲はあのドレさんから教わった特殊な首相撲だから、あのなんだろう、要は組んだら勝ちなのね。一撃必殺だから絶対勝ちなの。だから相手がバカじゃない限り首相撲の距離は俺の距離だよ。だって普通首相撲ってお互いこういう距離じゃん。違うんだもん、こうやって決めるんだもん。相手をかがませてる状態で振り回せるの、肩ロックしてるから全然へし折れるでしょ。前歯なんか余裕で、下手したら頸椎壊れるよ。ただ相手がね、同じことはできるとは絶対思ってないから、相手が俺にそれを仕掛けてくることはないの、うん、特殊な技だから、うん、しかもその普通のキックボクサーとかも使わない技なのね。前傾姿勢になる癖ありますね、うん、でもそれは俺も持ってるんで強制はしてるんですけど、素人特有の打たれると前かがみになっちゃうって、俺もそれは注意して克服しなきゃって思ってるけどね。ダッキング状態で膝、ダッキング状態っていうか、もうなんかこういう状態、相手からするとこうなって肩関節固められてる状態だから何もできない。その状態で思いっきり突き上げられる、要は前かがみになってこういう状態で膝が来る感じだから、大振りになるのはね、あれはあのだいぶ初期の頃、あのさっき見せたのはもう1ヶ月前の動画です。計算あの一番最初に見た動画っていうのが一番後半の動画なの。それはもう大振りになるっていうのは だいたいなくなってきたと思うよ。今は大振りになる癖っていうのはだいぶ抜けてきた。あの大振りになるぐらいだったら前蹴り打った方がいいっていうのが分かったから。分かんないけどね、試合当日何クソっつってやっちゃうかもしんないけど、やったら負けだよ、うん、そうそう、時系列が違うから今見た動画は。うん、パンチはね、重くはない。褒められてんのはジャブとローキックは重たいって言われてるけど、実際パンチは全然ハードパンチャーじゃない。俺はそれは打っててわかる。パンチはダメで、パンチで倒そうとしないで、その相手が嫌がるっつうか、うざがるパンチは覚えたいとは思ってるけど、めんどくせえなこのパンチみたいな。前蹴りで距離取ってパンチロー、そう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 、まさにそれ。前蹴りでロー、あ、前蹴りでもうちょい踏み込まれたらジャブ散らす、
で、もう入ってきたらロー、ワンツーロー、ワンツーローが、もうファイトプランだね、俺の。こんばんは、小松さん。彼女いますよ。うん、いないように見えます。光は改善されてきたが、殴るときにしっかり腰まで回転させよう。そこなんですよね。パンチのインパクトが全然ないんだよ、腰が切れてないから。やっぱ一個のストレートだけでも覚えるのってすごい大変なんだっていうのがよくわかるよ、今回で。うん、超いい経験になった。こっちが左か、これが左か。自然に腰入れるのは何のスポーツでも年月必要。だからテニスとかも近いらしいね。あと野球のバッティングとかも、まあピッチングもそうだけど、全部その脱力からの腰の回転のインパクト、パワーはいらないっていう。体力はつけないとね。スタミナ切れたらもうかっこ悪いったらあれしないよね。まあ3ラウンド戦えたらかっこいいと思うよ、普通に。あの3ラウンドフルで最後まで立ってたら普通にそれだけでもすごいと思うよ。普通にね、1ラウンド動くだけでも大変なのに。ありがとうございます、タムタムさん。ニコ生やってましたね、僕は。ニコ生で3年ほどやってましたね。自分は空手と合気道経験者だから、ボクシングムエタイスタイルとは打ち方違う。空手の場合だと、あの、まあ、極真とか僕も五十流とかやってたことがあるんですけど、空手っていうのは顔面なしだから、基本的にその全力フルスイングでその打つ癖ってついてるじゃないですか。ボディとかにガンガンこうぶち込んでいくっていう、もうその距離とか関係なく、もう打撃打撃打撃で打たれ強さみたいな、ああいうのとは全然違うって感じですね。僕50流、まあ小学生の頃だから習い事程度だけど、極真と50流は少し習ってたことあるのね。だけど基本的にその練習のやり方が違う。いや、だから蹴りを褒められてんのよ。空手の蹴り方なの。蹴りのローキックの打ち方はその教わんなくてもまあ多少わかるっていうか。だけどそのキックボクシングとかグローブつけてっていう前提がないから、要は顔殴られる経験っていうのがないわけじゃん。炎上系配信者に名前さらされてた人じゃないですか。いや、知らないですね。よくわかんないですね。だから空手とは全然違うっていうのがやってみた感想かな。うん、ルールが違う。ルールが違うっていうか、もう競技が全然違う感覚、俺からすると。蹴り方も違うし、距離測るっていう発想がないんだよ、まず。で、空手って結構道場でかいから、もうバッチバチに接近してガンガン殴り合うみたいなのが空手のイメージ。うん、ヘッドギアなしなんですよ。だからまあ相手の蹴りさえ警戒すれば勝てるかなとは思ってるけど、あとは体力だね、本当に。体力の消耗と相手の蹴りをどうさばくかで勝敗が分かれるっていうのが感想。
いや、ベンジョ太郎さん、この企画はいい企画考えたと思うよ、俺は。ステゴロは普通に、ね、みんなが見たがるような企画だと思うよ。俺もこれ出れて嬉しいもん。ね、誰が強いか決めようや、つって、口だけなやつ。ね、これで口だけの配信者ってさ、要は、俺は俺強えなんて思ったことないからあれだけど、俺強え、俺強えって言ってた人が出ないじゃん、一人も。ユイが逃げた。金儲けじゃないとか、わけのわかんないこと言って。金儲けには参加したくないとか言って。おめえが言い出したんだろうって。で、まだぐち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 言ってんの。バカだよね、本当に。いや、もう、出演はもうダメよ。今から帰らんないよ。もう、チケットも売ってるし。無理無理。逃げたんだよ。言い出しっぺが逃げたんだよ。クソダサいでしょ。出ないよ。だって芸能界とかさ、プロの人とか巻き込んでるんだよ、興行で。恥さらしてもいいとこでしょ、本当に。どんだけ迷惑かけて、どんだけふかしてんだよっていう。セコンドロハコさんはちょっと受け狙いすぎたなと思ってるね。いや、ゆいがさんできんだよ。チケット持ってても、プロレスラーと、みたいな、SP に弾き出されるだけだよ。ヒカルと青山に基礎体力上げるためにサーキットトレーニング進めたがやってね。俺は一応その20分ランニングと10分縄跳びとか、2時間縄跳びとか、その後シャドウをやるようにはしてる。基礎体力は、まあ、やってますね。まあ、なんかプロの人からすると少ねえ少ねえって言われるかもしんないけど、やらないよりマシだと思ってるから。っていうかね、配信の都合があるの。2時間しかバッテリー持たないから、2時間以内でみんなが面白くするようにしないといけないんだよ。それと3万9000円負けだったガッツさん。いらっしゃい。3万9000円負け。グダグダ言うんだったらリング上がれよ。ダッセ。ああ、ありがとうございます。ぜひぜひ、今後ともよろしくお願いします。スロット配信メインじゃないけどね、雑談と旅配信が僕のメインですけど、もしよかったら末永くよろしくお願いします。サーキットは5分で3セット、ガチきつい。ユイガに伝えとくよ。いいよ、もう。別に伝えてもいいけど、もう俺はヘタレだと思ってるから。本人にも言ったけど、クソダセえよ。本人に直接言ったら家まで乗り込んでやるよっつってるけど、いまだに来ないじゃん。旅、日本全国回る。1万人リア突の旅に出る。1万人リア突するまで帰れません。ぜひぜひ見てください。応援よろしくです。家ってか、あの人の毛布から出てないんじゃないの。じゃあ俺の家に乗り込んで大会出れなくしてやるよっつったんだけど、来ないよね。あ、リアド着てきて。全然、ね、ステッカーも買って。ステッカー旅用に作ったから、これがステッカーなんだけど、これ1枚1000円で販売してるからさ、よろしくです。今日さっき発注してきたから、これがステッカーね。買って買って、よろしく。ライブハウスのスタッフパスみたいに布製で、サテンっていうの、サテン生地で作ってるから。そしたら旅配信資金になるからさ、よろしく。余裕がある人は3枚4枚買って。たびたび。
くっつくか離れるかだね。ちょっと相手がリーチ長いんですよ、僕腕がすごい長いから。うん、180かな、185か。普通広げた時の幅が身長の幅になるのが普通なんですけど、僕185だから15センチ長いんだよリーチ。え、みんな珍味、ワドのところでさっきからボロクソ言ってんの、みんな珍味。あ、いや、ほっといていいよ別に。だからまあミドルレンジが自分の距離だと思ってるかな。俺がそっちに行けたらスパーしたかったら札幌だからな。お、北海道行くよ全然。まあでも捨て頃の頃には北海道ついてるかどうか分かんないけど、やったらスパーしてよ、グローブとかあるんだったら。旅先だからバンテージと縄跳びしか持ってかないけど、グローブあるんだったら全然やりたいね。イノショウさんいらっしゃい。車じゃないよ、俺車の免許すら持ってないもん。徒歩ならいいとこ教えるぜ。北海道切符で3000円だ。へえ、マジか。へえ、3000円で、それ1日ワンデイパスなの？ワンデイで3000円だったら高くねえか。あ、でも北海道のリスナーさん車出してくれる人いっぱいいると思うから、その辺は安心してる。日曜だけ。北海道は多分車出してくれる人いっぱいいるよ。大丈夫だよ、案内してくれるっしょ。大丈夫だと思うよ。あんまり心配してない。リスナーさんに地元どんどん車出してもらって引きずり回してもらおうと思ってるから。ワンデー3000円高えな。東京ってワンデー700円とかだよ。高えな北海道。北海道の電車の移動距離やばいよ。まあでかいからね。北海道端から端まで JR で移動した方が片道万超える。マジか。東京なんか1000円以内で端から端まで行けるもんね。片道4時間か、すげえな。おはようデコさん、おはようございます。おはよう。
もう5時か、早いな。茶化しに来たらすっかりリスナーになってしまった。茶化すのは古いよ、楽しめないもん。普通に見てた方が面白いよ、普通に絡んだ方が。だって相手に文句言うのってストレスなんだぜ。自分も気分良くないじゃん。人間分かり合ったら楽しいに決まってんだから。普通に見るのがいいよ。もう時代が古いんだって。相手の上げ足取って聞いてる顔見ようとかさ。ツイキャスとかだから普通に見てるもん。ニコ生の悪い文化だよ。はい、おやすみミニさん。おやすみ。新しいフォロワーさん、デコさんフォローありがとう。コリンセイさん、カツオさんフォローありがとう。番長3もう打ったの？昨日入れ替えだったけど、いや俺別にスロットね、気分転換で昨日やろうと思ったけど金なくなっちゃうかな。4万も負けたかな。取り返してよな本当に。今日も行く？オープンラストで打ってもバカバカしいもんな。ジャグラーは嫌いだな。ジャグラーはあんま好きじゃない。あ、いやギター練習中なんだよね。なんかこう弾き語りができるようになりたいなと思ってギター練習中。ギター買ったんだよ、6000円で。これ6000円でレスポール売ってたよ。マジだ。下手だよ。ギターいいんだ。ずれてるな。チューニングしよう。なんか雑談の合間にさ、こうじゃあ一曲聴いてくださいとかやりたいなと思って、オリジナルの曲を。まあじいさんになってそういうことできたら嬉しいなと思って。ビーズかよ。
最後の音がずれてる。今ほぼ弾けるけど耳コピー。あ、そうなんだ。全然練習中だよ。ブラウン管の向こう側、かっこつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒してて、触れればよかったのに。神様に賄賂を送り、天国へのパスポートをねだるなんて、本気なのか、誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ、隠している。え、 ABC? ABC ってアシッドブラックチェリー。その手を見せてみろよ。生まれたところや皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さん、そのバスに僕もの初めて言われた。触れないか、行き先ならどこでもいい。こんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める、眩しいほど青い空の真下で。そうそう、まあこんな感じで練習してるっていう。いろいろ弾けるようになったらいいなと思って。いい声してるかね、どうだろうね。でも音楽はドラムずっとやってたからやっぱ好きだよ、うん、好き。歌はいいですよ。もうどれくらい歩いてきたのか、歩いてきたのか、街角に夏を飾るひまわり、面倒な恋を投げ出して聞こう。思い出すたびに切なさ募る、忙しい毎日に溺れて素直になれぬ中で、えぐいよね。忘れてた大切な何かに優しい火が灯る、灯る。やがてうん、それぞれの交差点を迷いの中、え、
喉痛めた腹から泣く中立ち止まるけど、それでも人はまた歩き出す、巡り合う恋心、どんな時も自分らしく生きてゆくのに、あなたがスパにいてくれたら、ああ夢から覚めた、これからもあなたを愛してる。いい歌。単純な心、単純な心のやりとりをなくした時の中で、三度目の季節は歌方の恋は愛だと呼んでた。いつの日、わかんねえな音程が取れない。よいしょ。なんか歌謡曲でいい曲あったら教えて。練習できるから。ささやく冗談でいつもつながりを信じていた、砂漠が遠く見えそうな時もぼやけた六等星だけど、思い込みの恋に落ちた、初めてプライドのさの柵を越えて、風のような歌届けたいよ、野生の残おりびたいて、アローンか。素足で走れば、あ、ロビンソン行こうか。ロビンソンいい曲だね。贅沢な朝だね。贅沢な朝だよ。メガネかけないと見えないな、この距離。高音出す練習に。そうだね。新しい季節はなぜか切ない日々で、河原の道を自転車で走る君を追いかけた、思い出のレコードと大げさなエピソードを、疲れた肩にぶら下げて、しかめ面まぶしそうに、同じセリフ同じ時、思わず口にするようなありふれたこの魔法で作り上げ難しいな、コード。二人だけの国、君の手を離
れら宇宙の風に乗る。いいね、いいね、乗ってきたね、オーディエンスが乗ってきたね。声量は全然つく、あの大きい方だよ、あの家の中だから小さく歌ってファラセットで歌ってるだけで。声量は全然ある方、止まった手のひらひら、震えてるの躊躇して、この空の青の青さに心細くなある。信じるものすべてポケットに詰め込んでから、夏草揺れる線路を遠くまで歩いた。心に痛みがあるの、遠くで蜃気楼を揺れて、あなたは雲の影に、明日の夢を追いかけてた私は、上の空で別れを。いや、一緒に弾き語ろうよ、うん、一緒にやろう。なんだろう、ギターはエレキギターなの？あの前のさん、ありがとう。ギターはエレキかな。ため息色したなんだっけ、かよいな、わかんねえな。エレキメインだ。あ、なるこさんいらっしゃい。ああ、俺もエピフォンのレスポールだね。レスポールいいなと思って。レスポールめっちゃいいよね。やっぱギターの王道って感じがして、すごいかっこいい。お、シレンいらっしゃい。久しぶり。髪の毛。手のひら、愛の光、夢よりまばらな寂しい熱、許されない、誰にも喜ばれない、お前が
咲くならば僕は穴掘ろう。世界は壊れそうになった今、流星のような雨の中、体で体を強く結びました。夜の叫び、生命の姿、土の中で待て、命の球根よ。悲しいだけね、思やせ。イエモンいいよね。あと何あった、イエモンって言ったら。イエモンって言ったら何があったっけ。うん、カツオさんありがとう。カツオさんありがとうございます。他に何があったっけ、うん、なんかあったかな、うん、ちょっとぐらいの夜もんならば残さずに全部食べてやる。 Oh darling 君は誰、真実を握りしめ、君が僕を疑ってるんならこの喉を切ってくれてやる。 Oh darling僕はノータリン、大切なのをあげよう。 Whoa, whoa. 苛立つような街並み、え、目覚ましにガチで一曲いたたって感情さえもリアルに出なくなりそうだけど、こんな不調和な暮らしの中でたまに情緒不安定になんだろう。でもダーリン、共に悩んだり、なんだこれ、このコード難しいな。生涯を君に捧げ、あるがままの心で生きな、間違いよ、いられぬ弱さを誰かのせいにして過ごしてる。知らぬ間に気づいてた自分らしさの檻の中でもがいてるなら誰だってそうなんだ。どれほど若いあるどうしてもモノマネでやろうか。孤独な夜はやってくるんだよ。 Oh darling 似てねえな。可能は高まり、きっと規制はしないだろう。 Oh oh
いろんなことを踏み台にしたけど、なくしちゃいけないものがやっと見つかった気がする。君の仕草滑稽なほど優しい気持ちになれるんだよ、oh, darling。夢物語会うたびに聞かせてくれ、愛はきミステルは無理だな。声質が合ってないな。 It's 9 on the clock on Clock on the Saturday The regular crowd shuffle then The no man sitting next to me Making love andトニー・ケンジン His second premiere memory I'm a non-really show Have a ghost But I knew in the newsroom A new country 難しい Where can a young man get La la la, la la la, di di da。難しいな。シェレン最近どうなの？元気？外国に住んでんだっけ、シェレンって。英語確かベラベラなんだよね。私中卒やからね仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれ少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた拳の中爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです、昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い。私驚いてしまって助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。ファイト戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう。ファイト冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。いい歌。ファイト戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう。ファイト冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。暗い水の流れに打たれながら魚たち登ってゆく。光ってるのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから、いっそ水の流れに身を任せ流れ落ちてしまえば楽なのにね。安こきてそんなに痩せこけて
魚たち登ってゆく。勝つか負けるかそれはわからない。それでもとにかく戦いの秩序、土を抱きしめて、あいつは海になりました。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。白鳥門が田舎の、そうだよ、町に院長いらっしゃい。あと砂ばかりかけるって言われてさ、出てくんならお前、お前くんならお前の身内も住めんようにしにしゃるに言われてさ、うっかり燃やしたことにして、やっぱり燃やせんかったこのキープ、あんたに送る剣も取ってよ。にじんだ文字、東京行き。ファイト、戦う君の、お師匠が宝、わかんないな。戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。吉永拓郎わかんねえな。吉永拓郎だって俺の親父とかの世代じゃないの。時には昔話をしようか、通い慣れた趣味のあの店、マロニエの並木が窓目に出た。コーヒー、コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみに探して、誰もが希望を託した。揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。そうだね、僕たちはこの街じゃ夜更かしの好きな袋、本当の気持ち隠している、そうカメレオン。ん？朝ん？合ってるかこれ。朝寝坊の鶏、徹夜明けの赤目のウサギ、誰とでもうまくやれる子守ばかりさ、見てごらん、そうな、見てごらん、よく似ているだろう、誰かさんと、ほらごらん、吠えてばかりいる素直な君を。 Stop, stop, stop saying
stop, stop, stop saying. Stop, stop, stop saying.白鳥になりたいペンギン、なりたくはない怠け者。失恋しても片足で踏ん張るフラミンゴ。遠慮しすぎのメガネザル、蛇に睨まれたアマガエル。ライオンやヒョウに頭下げてばかりいるハイエナ、見てごらんよく似ているだろう。誰かさんとをほらごらん吠えてばかりいる素直な君を。ほらね、そっくりな猿が僕を指さしてる。きっとどこか隅の方で僕も生きてるんだ。愛をください、ウォーウォー、愛をください、ずーいずー、愛をください、ウォーウォー、愛をください、ずーずー。おはよう、バレンジャーさん。おはよう。大きな曲がり角曲がったん、大きな曲が、大きな曲がり角曲がったん、走り出そう、戸惑うことはもうやめて、その先に何があるのかないけど、そう強くあるために、楽しみに待つということ、待つ時の、待つ時の楽しみ。女のキーだと分かんねえな。おはよう。おはよう、クロスケさん。I love, 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 キーが分かんない。I love, I love you. 今だけわかんない。聞きたくないよ、 I love you. 逃れ逃れたどり着いたこの部屋、何もかも許された恋じゃないから、二人はまるで捨て猫みたい。この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい。だからお前は子猫のような鳴き声で、きしむベッドの上で優しさを持ち寄り、きつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。悲
しい歌に愛がしらけてしまわぬように。絶対違くねえかこれ。最後なんか歌おう。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい。夜の扉を、夜の扉を開けてゆこう。会社たちはいびきをかいてる。何度でも夏の匂いを嗅ごう。危ない橋を渡ってきたんだ。夜の金網をくぐり抜け、今しか見ることができないものや、ハックルベリーに会いに行く。台無しにした昨日は帳消しだ。おはよう。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい。ブルーハーツはいいね、やっぱりね。おはようございます。おはよう、みんな。ステッカーのデザインができました。1000円で発売します。ライブハウスのね、スタッフパスみたいなイメージでこんな感じでできたんで、もしよかったらリアとずした際に買っていただけると旅の資金になりますので、皆さんよろしくお願いします。おはよう、みんな。名刺サイズですね。名刺サイズなんで、だいたいイメージだとどんな感じかな。こんな感じかな、名刺のサイズ、うん。こんな感じでデザインされてるんで。名刺のサイズなんで、多分 iPhone とかにも貼れるようなデザインになってますので、ぜひ、リアとした際にはステッカーバンバン買ってってください。お願いします。新しいフォロワーさん紹介します。GTEIN ニコニさんフォローありがとう。ナルコさんフォローありがとう。ありったけのこの声を聞かせてほしい、君のもとへ。
明るくなってきてます。東京は快晴ですか？東京はバッチリ快晴ですね。のまいのさん、そっちはどうですか？どこに住んでるか存じ上げませんが、のまいのさんの方はどうですか？快晴ですか？東京はもう晴れですよ。晴れてます。今日何しようかなとか思ってますね。特に予定ないんですけど、何かあります？なんか、なんかある。いいっすね。何やる？見事に濁ってる見事に濁ってるか。マジか。おはよう、馬さん。寝落ちしてた。え、オスバン3。いや、資金きついって。資金きついって。もう手持ちないって4万負けたんだよ。マジでやばいよ。オスバン3って何？その、新なんとかって、新基準ってやつなの？オスバン3。行く？オスバン 3？ 新基準なの？てか番長系打ったことないからどういうのかわかんないんだけど。 A プラス ART 純増2枚。あー、やってみる？じゃあ、じゃあ花火で支援してくださいよ。ちょっと軍資金2万円分ぐらい。通常 A。 全然よくわかんねえな。通常 B、 チャンス目。どんな感じなの？やってみる、オスバン3見たいの？オスバン3配信超厳しくない？手持ちいくらぐらいで打てるの？冗談か。全然やってもいいんだけど、負けるのきついじゃないですか。やってみる？全然いいよ。ただもう死ぬ覚悟だよ、毎回毎回決死の覚悟だよ。行っちゃう？験担ぎやってみる。まず広角機動隊とかいうクソ台でやられたかんね。ベル200回で天井なんだ。面白いね。ベルなんだ。すごいな。やっちゃいますか。行っちゃいますか。スロット配信行く？第2弾。スロット配信。賭けに出る。身辺整理配信はやんない。自殺するわけじゃねえんだから、身辺整理とか。
よし、じゃあ今日はオスバン配信やるか。オスバン配信やるか。地獄のオスバン配信。こうやって携帯電話左手を持って、こうやって肩がぐちゃぐちゃになるっていう伝説の配信。賛成反対？賛成ですか反対ですか皆さんは。俺の死に様が見たい、破産するところが。いや肩壊れるでしょ、マジで肩ぶっ壊れたかんね。やるか、放送的には賛成。わかった、じゃあ行くわ。10時から伝説のスロット、もスロット配信者みたいになってるじゃん。スロット配信者。ふわっちって放送中に画面切り替えられんのかな。ゴスロがあんのかな。ゴスロで番長あったら最高なんだけどね。ゴスロゴスロであったらもうね、全然遊べるからいいんだけど。ゴスロあ、ゴスロ自体がない感じなのかな。もしかしたらゴスロ自体がないかもしれない。よし、じゃあやろう。ちなみに番長っていくらぐらいあると打てる台なの？ボス番は。ボス番はいくらぐらい打てんだろう。放送的には面白かったんだ。4万ぐらい。4万か。きついな。OK。打ち方はどんな感じだ？ちょっとスペックとか調べるわ。基本性能、まあ、純増 2.0 はすごいいいよね、うん、ああ。ART のみなの？これは A タイプ。当たり引いたらどうなんだろう。朝一とか暑いとかないんじゃないの？わかんないけど。あんの？全然わかんない。番長系とか打ったことないもん。やってみっか。番長はちなみにみんなおすすめの台なの？オス番長は。そうだね、二日目だね。前回の教訓、大移動はもう絶対しない縛りやろうか。大移動なし縛りやろうよ。大移動なし縛り、うん、どうなの今回の番長面白いの？俺番長とか吉宗とか打ったことないから、うん、やってみっかじゃん。やってみっか。
いいよ、やるよ、体張るよ。体張るからあれだよ、花火みんな頼むよ。あの店行ったら追い打ちかけてよ。か、ご祝儀花火、花火で流れ変えるタイプだから俺は。よし頑張ろう。ただ放送を言い訳にスロットを打ちたいだけなんじゃないかって。それはダメ、それダメ、その花火ダメ、その花火俺嫌い。マジか、またか、完全にスロット配信者だよね。スバン3動画見てみようか。オスバン3、オスバン3、初見さんいらっしゃい、楽しんでいてください。どちらからいらっしゃったんですか。あ、見れない、うん、著作権保護してるからキャプラ内でくださいって書いてるね。キャプラ内でくださいって書いてあるよ。キャプラ内でくださいって、キャプルナって、うん、PV 見ようとしたらキャプルナって書いてある、うん、ダメだってダメだって、うん、マジかよ、ケチケチ。せっかくね拡散しようと思ったのに。オスバン3の素晴らしさをね、秘密主義だったね。まあいいや、ネットで調べよう。なんかベルの数で、ベルの数があれみたいだね、キーみたいだね。高画機動隊 PV 流して素晴らしさを拡散したら見事に裏切られた。いやもうなかったよね、高画機動隊もクソだなって本気で思ったもん。サミー、俺サミー好きなメーカーだったのに大嫌いになったよマジで。サミーも高画機動隊もトラウマだよマジで。勘弁してほしいよあれ。ART だけで増やすのかな、 ART だけで増やしていくタイプ。これビッグがないんだ。へえ、ビッグなしだって。青七が熱いんだ。これ出るのかな。純蔵
2.0 で50ゲームってことは100枚しか出ないんでしょ。ループするのこれ。超辛くない？超辛くない？何これ、え、辛くないこれ。100枚しか出ないってことでしょ。要はビッグがないんだよね。ん、どういうことだろう。攻撃動態2やったらしいんだけど6万とかして2時間愚痴聞かされた。いやー、もうそういうレベルですよね。あの動画見ろって話だよ。和道の放送見ろって言っといて和道の放送見たらわかるよって。バカでしょっつって、あんなのやるのダメだよ。絶対やっちゃダメだよあんな。ベルの回数、愚痴るわそれ。いや、今日番長打ってみよう。番長打ってみよう。はい、ワード2、マイスターさんいらっしゃい。とりあえず怖いから前もって資金決めとこう。いや、資金決めたらもう俺はギャンブルなんてやらない方がいいと思ってるから全財産ぶっ込むよ全財産ぶっ込も死の。俺はギャンブルっていうのは死にに行く死の美学だと思ってるから、そういうくだらないことはあの配信者にはいらない。そういうなんか投資だとかパチプロだとかかっこ悪いことは俺は言いたくないから、ちょ歯磨くわ。死にに行くんだよ、死に向かっていくんだよ。おはようございます。みんなおはよう。
あれはこう、まあ書けるね、ホールで。うん。FX の方がいいと思う。早見ありがとう。早見ありがとう。チョコボールのキャラメル片手にか、きついっすね。今オス番長を勉強してますよ。オス番の攻略サイト見ながらね、放送やってます。オス番の攻略サイトね、なんかよくわかんないよ。ビッグがない。ありがとうございます。花火ありがとう。軍資金にします。縁起がいいのは大事ね。ギャンブルは縁起がいいの大事。ありがとうございます。今勉強中俺。すまん、なんであんなスロット配信人集まったんだろう。すごかったよね。みんな見に来てたもんね。アクティブ500って結構異常だぜ、ふわっちで。
みんな見に来てて、みんな盛り上がってたから、ね、ああでもないこうでもないっつって。初見さん、桜子さんいらっしゃい、楽しんでってください。今日はね、オス番長をね打ちに行きます。前回攻殻機動隊っていうね台を打ちに行って、まあ見事なまでにねやられたんで、すごかったよね本当に。3万9000円負けしたんで、やるか。逆にスロー配信やらなかったらリスワン取れなかった。そうだね、リスワン2日目に取れたっていうのは快挙だからね、配信者としては。まさかのキラーコンテンツだったっていうびっくりしたよ本当に。上乗せを重ねていくんだ ART に。ストックされていて、ほうほうほう。よくわかんねえな。やったことねえから全然わかんねえな。ビッグ中消化中の7揃い発生で上乗せ確定だって。 おはよう秋久さん。超番長ボーナスは出ないだろうな。あの3万分の1、高画機動隊でも引いたじゃん、3万分の1みたいな。要は10日分回して出るか出ないかみたいなの引いたんだけど、単発で終わったから、ね、クソだったわ本当。50枚ぐらいしか増えねえの、なんだこの台とかなんだこの台だよね本当に。マジ笑ったもんな。 ARD 上乗せ前にストレスと肩のダメージ上乗せ。あー、大移動さえなかったら勝ってたかんなマジで。大移動さえなければ、まあでも初めてやる台だからね今回も。初物しか打たないことにしようか。初物だけやろうよ。初物検証枠。こいつが、あの、初物は教えてくれるみたいなさ。それは面白いよね。定番の台打っても面白くないじゃん。ありがとね、花火。バレーニョさんと銀猫さん。まあでもなんか見てる感じめちゃめちゃ面白そう。見てる感じめちゃめちゃ面白そうな感じはする。打ったことないけど。なかなか良さげだよね。てかスロットマジでストレスかかるかんな。あと途中死にたくなるんだ。何やってんだろう俺みたいな。俺何のために生まれてきたんだろうみたいな。いろいろなんか座禅を組んでるようなさ、哲学的な感じがするんだよ。人は何のために生まれてきたんだろうとかさ。そう、11時間労働、過酷な労働をさせられた挙句4万円を奪われるというね。前回苦しい思いをしたんで、今回10万ぐらい勝たないと、ねえ、全然、プラマイないよね。勝利の女神ののんちゃんめちゃめちゃギャンブル強いからね。ワドさんパチンコ行ってくる、つって、サクッと帰ってくるからね。ワドさん勝った、つって。のんちゃん強いんだよ、めちゃめちゃ。ポセイドンで昨日、死亡しました。あ、どうも、アキさん、どうも。私は今日オスバン3を打つという使命感に溢れてますよ。みんなのためにオスバン3がいかに面白いかっていうのを伝えます。もう高架機動隊はもう二度と打つことはないんで安心してください。元子が嫌いです、僕は。元子が大嫌いです。オスバン3どうなんだろうね。人気の台になるのかね。
まあ41ゲーム回るってことは、まあコインの持ちは広角よりも良さそうだな。ベル200回が天井、メスゴリラね、バトーが言ってたもんね。アライズのでも元子のキャラデザインは好きだけどね、萌え元子。なんかさ、設定2以上とかいらないんだけど、設定2以上はいらないんだ。ベル規定回数到達やレア役から突入、発展次第で勝利期待の 20%。 なるほど、ベルで期待度アップって面白いね。規定ベル数でその行くみたいな、まあね、多分スロット配信やってたら解説員がいっぱい現れてくれて、暑いだの寒いだの言ってくれるからね。俺はただみんなのためにあの回転をぶん回すスロットマシーンになればいいだけだから楽なんだよね。放送的には結構楽なんだよ、喋らなくても成り立つから。コメントが溢れるからね。上乗せ抽選、ほうほうほう、要はもう ART 引きまくって上乗せ上乗せ上乗せで勝つパターンの台か。どうなの、スロット配信はみんな的に面白いの、見てて。放送的にはありだったの。おはよう田村さん、今日はオス番3です。オス番3配信でございます。よろしくお願いします。また今日も、今日こそ勝つでしょ、今日こそ、今日こそ勝つでしょ。台自体が震えるんだってすげえな、台が震えるって発想すげえな。ボタンが震えるとかはわかるけどね。でも高架機動隊ね、あのプッシュボタンが震えるんですよ、ビリビリビリって。あれいい演出だったよ。あとフリーズが良かったね。フリーズじゃない、リールロックか。リールロックは熱いんだけど、あれ、高架機動隊撤去されてオスマン3と入れ替わってたらどうしよう。いや多分それはないんじゃないかな。あ、 Wi-Fi なくねえか、奥の席だったら Wi-Fi なくねえか、電波なくねえか、大丈夫かな。寝てないの日向、マジで。おはよう。いや寝なよ、おはよう。なんで寝てないの、なんで寝ないの。
寝ないとダメだよ。寝ようぜ、ちゃんと。睡眠大事だよ。店の公式サイトでしかレイアウト見えないのかな。レイアウト？な、何レイアウトって何のこと？レイアウトって何？自分の配信見返してたら朝になった。ああ、自分の配信見返すのは配信者として結構大事だよね。偉いと思う。結構大事ですね、うん。配信者としてはね、偉いよ、研究するのは。ここにこの台、あー、それ見てみようか。何で見れるんだろう。ちょっと見てみようか。そのどこにあんだろうな。 P ワールドに載ってんのかな。 P ワールド見てみよう。公式サイトにあんのかな。仮想へこんで寝れない。いや、最初はみんな仮想だよ。俺なってね、最初の頃なんか5人とかだよ、累計コメントゼロとかだよ。最初はしょうがないよ。それでも誰かが見てるんだっていう気持ちでさ、ニコ生なんか今見てる人数わからないから、コメントなかったら誰が見てるかわかんないんだもん。ずっと喋り続けてたよ。で、だん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 リスナーさんが、あ、この人面白いなとか、この人いいなって言って、もう自分を売り込んでいくから。過疎の人ってコメントなかったら喋らないんだよ。でもね、喋り続けること大事だよ。喋ろ喋ろ喋って。え、ちょっと待って、オス番4台え、オス番4台って何？4台しか入ってないの？嘘でしょ。え、どういうこと？スロット4台。え、20何台入ったって書いてあったけど、4台。嘘でしょ。寝台22台。え、どういうこと、どういうこと。4台しか入ってないの？全23台って書いてあるじゃん。あ、違う、スロットオス番長3ガンダム他だ。全部で、え、4台しかないって。4台、オス番4台だって。大丈夫かな。日曜日で5人しか並んでなかったもんね。大丈夫か。ちょっと早めに行こうか。過疎なんだわ。いや、過疎でもいいんだよ。で、みんな過疎だから、最初はみんな過疎なんだよ。そんなうまくいくわけないんだから、それのその中で頑張っていくんだよ。みんなその中で頑張っていくの。え、4台か。まあいいか、4台取ろう。早めに行って取ろう。広角も4台だったから、広角と多分入れ替えだわ。4台人気機種だったらもっと入れない？ 4 台しか入れてねえわ。まあでも、カソカソの店だから大丈夫でしょ。カソカソの店だから。大丈夫大丈夫。9時半ぐらいに向こうついてればいいから。最初はしょうがないよ。最初はみんな過疎だよ。それを頑張って攻略していくんだよ。乗り越えていくの。放送履歴公開してないじゃん。これじゃ増えないよ。放送履歴消しちゃってるんだもん。こんなん大手だけだよ、放送履歴消すのなんか。タイムシフト見てもらってファン増やさないと。どんな配信やってるか分かんないじゃん。ダメダメ。
初見さんおはようございます。初見なのにアイテムありがとう。団子ありがとう。みゆちゃんありがとう。そう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 、その見てもらうチャンスを増やさないと、ツイッターとかも貼らないとダメだよ。俺もいつもは2人とかだよ、盛り上がってアクティブ5とかだったら。そうだよ、みんなそっから のし上がってくんだよ、いろんなことやって。おはよう、腹ペコ大魔王。今日はオス番長打つよ。おはよう。そう、最初からうまくいくわけないんだから。焦りすぎだよ。俺だって今ここに、ここまで3年と8ヶ月かかってんだよ。そう、そんな早くから人集まるんだったらね。俺だってそうなりたいよ。俺だって最初なんか、お前誰だよって言われてたんだから。お前誰だよって感じだから。過疎でいいんだよ。だから乗り越えていかないといけないけどね。新しいフォロワーさん、みゆちゃんフォローありがとう。ありがとう、フォロー。そう、腐ったらダメだよ。ていうか、バレーニョさんも配信者なんだ。知らなかった。バレーニョさん配信者なんだ。じゃがいも人気出てるね。うん、知ってる。なんか結構いい噂聞くよ。じゃがいもが面白いって。ニューカマーだよね。どうだろうね。カスさんおはようございます。おはよう。今日はスロット配信です。初見です。誰だよ。ワカメさんいらっしゃい。趣味配信だったらね、別に数ってもいいけど。練習まあまあ順調っちゃ順調。体調が治った方がでかいっすね。体調が良くなった方がでかいっす。ひなたちゃん、アイテムありがとう。ひなたちゃんありがとう。店許可出してくれたよ。他のお客さん映さない、台映してる分には全然構いませんよって言ってくれて。うん。店だ、許可出してくれた、店長が。なんか通報が入って、お客様電話入っちゃったんですけどって、他のお客様映さなかったら OK ですのでって言われて、はい、つって。どうもって。うん。でも、他の配信者も結構やってるからさ。まあ知ってるんでしょ、店側は。スロット配信やってるのが最近トレンドだって。多分店長とかも見てるんじゃないの、スロット配信を。まあ店側からしたらね、別に店の宣伝してくれるわけだから。うん、そう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 。過疎の店噛みたいよ。集客に結びつく書きたい。そうだよね。だからただで宣伝してくれてるわけだから、よくよく考えたらラッキーだよね。普通にラッキーでしょ、よくよく考えたら。普通は金払ってイベント呼ぶわけだからさ。だって7000人近くに宣伝したんだぜ、俺。金もらってもいいぐらいだよね。お、フライドライスいらっしゃい。スロット配信で店を宣伝してるんだから設定変えてくれてもええやで。本当だよね。うん、頼ませ店長って、うん。店長の出勤をずっと待ってたからね、高架機動隊配信では。店長早く遠隔ボタン押してっつって。押してくんなかったよ。はい、ワドツ。はい、ワドツ。フライドライスさん。ワドツ。うん、ワドツでございます。ワド来店って看板出てたらどうする。いや、もう通うよね。通うよ。なんか仕事になりそうな気がするよ、それは。スロットライターになろうかな、俺も。あ、皆さん告知があります。ステッカーのデザインこちらに決定しました。ステッカー作るって言って、もう発注かけたんで、布製のステッカーでライブハウスとかクラブとかのステージパスをイメージして作りました。なので、スタッフ、オール、
アクセスオールエリアズと書いてあります。眠いの？2店舗許可もらってる。台だけ移すことね、全然大丈夫だよね。加藤さんいらっしゃい。もかもかさんっていうかさ、もかもかさんさ、スロットねやるんだったらね、どこでやってんの？新宿とか来れるんだったら今日番長対決とかやる？番長対決。もかもかさん新宿近い。そうそう、ネームプレートみたいな、そのスタッフパスって言うんだけど、これ良くない？1000円だったらいいよね。右下にはワドのホームページが書いてあって、ネームとデイト、日付だね、日付と名前入れて、まあ、スタッフって書いてあって、スタッフでもまあ何でもないんだけど、ちょっと気分が出るじゃん。これパパッと作ってこのデザインでいこうかと思って。これでもさ、なんだろう、なんかね、スマホとかにも貼れるし、ギターとかにも貼れるし、ちょっとバンドマンっぽくてかっこいいでしょ。和道の異常のゼミナール、これ結構まあいいデザインになったなと思って。これ1000円で発売します。リア凸の際にはぜひお買い求めください。いいんだよ、2枚3枚買っても、たくさん買ってください。欲しい、ありがとう。リア凸してみんな、うん、まあこれさばけたら、まあ限定で、今回限定品でまた次のステッカー作ろうかなって、種類をどんどん増やしていこうかなと思います。新宿まで数百キロかそりゃきついな、きついね。店に勝手にコラボ配信企画、リスナーが見に来たら店もビビる。え、来る？腹ペコ大魔王家近いの？福岡行く行く、全然行くよ。茨城県は早いよ、だって新宿、千葉、茨城だから。茨城なんてすぐだよ。近くないならちょっと難しくない？今から新宿来れるっていう人はね、全然隣に座ってくれたら嬉しいんだけど、うん、茨城近いよ、高山さん、うん、リアとしてね、水戸は絶対行くから。テルチャンピンの地元ってどこだっけ、うん、どこだっけあいつ、なんだっけ、兵庫どこだっけ、うん、そうなんだよね、インターネットって遠いからね。ぬ、三重か、三重県か。絶対来てよ、絶対来て。ステッカー3枚ぐらい買って大盤振る舞いして、大盤振る舞い。どうなの、みんなさ、ステッカーって1枚とか買ってくもんなの、それとも複数枚買ってくもんなの？他の人のステッカー販売してる時とか見たことないから、3枚くれとか言われるのかな。まあ1枚だけだよな多分。1枚だけだろうね。柄が違えば、柄はね、これしか作れなかった、予算がないから。1枚1000円、1枚1000円。あ、ロット数は結構多めに注文した、1000枚、かなり多く吸ってる。だからまあこれが定番になるかな。そう、1枚買って飾っといてください、うん、柄違いは儲かってきたらまた作るよ、また作る。とりあえず今回はこれ。2枚買う、ありがとう。1枚はスマホに貼って、1枚は保存用ね。複数枚買ってもらえたらめちゃめちゃウハウハだよ、ありがてえっすよ。福岡行くよ行くよ、全然行く行く。全然行くよ。Thank you.
1000枚さばけたらすごいよね。1000枚が1000円で100万円 ?100 万円売れねえだろうな。10万円ぐらい。まあ100枚売れたら成功だろうね。10万円。でもすごいよね、ヒカルくん350万円分売ったんだってよ。やばいよね、350万ステッカーで儲けたのかよと思って、ビビったよ俺。そんなことってあるのと思って。お釣りなしだからね。お釣りはないね。1000円。そう、お釣り持ち歩くのが嫌だなと思って1000円にしたから。3倍目ヒカルくんだね。3倍目ヒカルくんが1000枚、あの1000枚じゃない、350万半年間で売ったって言ってた。350万ってすげえよな。シール業だよ、ステッカー業だよ、ステッカー業。普通にね、アルバイターの年収超えちゃうんだから。あ、買った、やっぱり800円のステッカー。ちなみにヒカルくんのステッカーの原価の、8倍かけてますからまあヒカルくんのステッカーの原価知らないだろうけど、原価は8倍かけました僕。相当高い、あのこだわりの。まあその代わり1000円になっちゃうっていうね、申し訳ないけど。配信者って儲かるんだね。一部だけだよ、一部の人間だけだよ。1枚800円にして1000円もらって小遣いないない詐欺だからな。だったら最初から1000円っていうの潔いでしょもう1000円欲しいですって、1000円くださいって潔いでしょ。お釣りやりませんって言わないよ。1000円で買ってくださいって、買ったけどなくしたんだ、何気にミキティのが4枚。ミキティはちなみにいくらで売ってんの1枚。でもあんまりね、グッズ出すんだったら俺安売りはしたくないなと思ってたから、まあ大丈夫でしょ。あの若い学生とかいないから、学生とかだったら500円とかにしてあげたいなと思うけど、和道の放送見てます学生ですって絶対ないからね。ばらけてた、学割とかないよ。学生俺の放送見ねえよ。大丈夫だよ、大丈夫。ニート割ないです、ニート割ないです。おはよう、バタフライテール、おはようございます。今日も残念ながらスロット配信です今日はオス番長を打ちます。オス番長です。二日酔いなくす方法教えてください。あー、いい方法。あのね、酔っ払って動けなくなった時の方法はめちゃめちゃいいのがあって、超深呼吸。実は酔っ払って気持ち悪いのって、吐く息のアルコール成分を吸って回るの、アルコールが肺の中にアルコールが溜まるからだから、ふーって超ロングブレスで息を吐き続けてと散らすのよ。でゆっくりちょっと止めてスーっていうのをね、20分ぐらい繰り返す。意外と悪酔い抜ける。そう、今日もスロット死にに行く。やっぱりオス番長が見たいっていうね、あのリスナーの気持ちに応えるために俺は今日死にに行きます。あとステッカーのデザインができました。このステッカーです。
じゃじゃん、スタッフパツフ1000円で販売します、よろしくです。結構デザイン悪くないでしょ、デザイナー俺ね。俺も酒飲まない、吐いたけど、それでも要は悪酔いを抜くためのやり方っていうか。バーガーをありがとう、バタフライテールさんありがとう、アイテムアザース、公開にした、ちょっとね、まあサンクス、おーいいね、ひなたちゃん頑張って、おやすみ、おやすみなさい、ナイス。言われたことをすぐやるっていうのはいいことですよ、言われたことをすぐやるっていうのは偉い、賢い、かっこいいでしょデザイン、いいでしょ、なんか和道っぽくない、なんかちょっとバンドマンも貼れるようなデザインで、こうスタッフオールアクセスオールエリアつ、どこでも入れますよって意味なんだけど、スタッフだから警備員とかこれ見せると、まあ、どこでも行けますよっていう意味なんだけど、まあ、何のイベントなんだって話だよ。ちょっとなんかクラブとかライブハウス風にイベント風にデザインしました。うん、面白いと思うよこれは。そうそう、バックステージパス、そうそう、バックステージパスだよ要は。でバックステージパスって書こうか、パスって書こうか、スタッフって書こうか迷ったんだけど、スタッフだったらなんかちょっとね、リッチな感じがするじゃん。一番上級のパスがスタッフパスだから、ただのバックステージパス、要は関係者パスじゃなくて、あの裏方パスだね。トゥーさん来てほしいね、広角班のね、トゥーさんに来てほしいな。高架機動隊の解説完璧だったからね。今の演奏熱いですねとか、前兆ですねとか。うん。コメントしやすくしてくれてる。そう？俺全然コメントウェルカムだよ。アンチコメント以外は全然ウェルカム。みんなで楽しんで、みんなで放送を作るわけだから、放送っていうのは。みんなで楽しもう。アンチはどこから、いやーまあニコ生時代とか結構ね有名だからさ、俺いろんなバカが来ちゃうんだよ、残念なことに。残念ですが来てしまうんです。どっから湧いてくんだろうね。でもさっきね、アンチコメント打ってたのにね、リスナーになっちゃったって言った人がいた。なんせ引っ越して2日で壁に蹴りや穴開ける男、にちゃんから来るんだ。 YouTube たまに見てます、 ありがとう、チャンネル登録してくれて嬉しいです。鶴さんおはようございます、おはよう。おー、クミタンワード2楽しんでて。クミタンステッカーができたよ、ワードステッカーが、これね。うわ、すまん。ああ、クミタン最近全然コメント書かなくなっちゃったね。古参のロム勢になっちゃった。のんちゃん元気だよ。のんちゃんいい子だ。ステッカーかっこいいでしょ。布のサテンっていう、サテンっていう布の生地で作ってる。で、あの、フルカラーにもできたんだけど、なんか、まあ、なんかこう、色が、単色の方がそれっぽいかなと思って。カラーは選べたんだけど、あえての単色カラーでいこうっていうことで、このカラーでいきました。
白黒ね。赤でもか、赤でも良かったかもしれないけどね。まあ第1弾だから黒でいこうっていう。売るよ、1枚1000円。1枚1000円。高えよ。ぼったくりだよ。シンプルだね、結構ね。赤と白と黒しか使わないっていう、身につけないっていうのが和道ルールなんです。だから俺実は黒い T シャツ無地のばっかり着てるでしょ。靴が赤とかバッグも赤だとか、赤と黒と白しか使わない、身につけないもん。買う？サンキュー。来週できるから、来週できます。楽しみにしてて。まあそのライブハウスを経営してた経験が生きてて、旅に持ってく用のあのグッズ、旅の資金に、あの資金繰りが大変だから、花火はしないけどグッズは買うっていう人中にはいるから。おい、バタフライテール行ってらっしゃい、頑張ってね、ありがとう。夕方また会いましょう。全身赤のジャージ可愛いじゃん、うん、いいじゃんいいじゃん、運動すると気持ちがいいよね。トレーニングに影響、結構ね、和道の配信見て生活保護やめたわ私もとか、俺もとか、あと作業所に通い始めたとか、あとまあ運動始めたって。実はね、マネージャーの匠さんもね、最近走ってるって言ってた。結構ね、配信影響されるんだよ、リスナーさんで、うん、ありがたいよ。たくみさんも頑張ってるよ、うん、おはようミューツ、おはよう。おはあ、これから仕事？ミューツ、今日何曜？火曜か、今日火曜日4日。そっか、忙しいね。朝はバタバタですよね。
モンタン何時行くんだろうな。モンタンに電話してみようか。モンタンまだ寝てんのか。今日来るっつうのね。おお、行ってらっしゃい、鶴さん。頑張ってください。お仕事頑張ってください。モンちゃん何時行くんだろう。いや、ノンタンは行かないと思うけど、ノンタンは行かないと思うよ。寝てんのかな、ハイセンのホラ聞き配信まだかな。ホラしか吹かねえかんな。パイセンはなぜあそこまでホラが吹けるのかっていうね、びっくりするよね。パイセンってどうやって飯食ってるんだろうな。ふわっちで稼げないでしょ。ステッカー販売とかやってんのかな。雇いなんだ。日雇いか。新しいフォロワーさん、モカモカさん、フワシュワちゃん、フォローありがとう。アーノルド・シュワネツレカ。ゆいがライブレックにウップされて、
ファイブレッグ、うん、新しいフォロワーさん、アイスまんじゅうさん、フォローありがとう。スロット負けたよ。39,000負け。今日はオス番長打ちに行くけど、最後1100枚出て、あのね、2万円取り返したからいいけど、4万負けだぜ。あんなクソ台で最低だよ本当に。高額機動隊超やだよ、うん、世界中グロ動画アップされてるサイト、へえ誰がアップすんだよアホでしょ。暇だな。朝の時間自由に使えるの。そうだね、仕事今放送だけになったから、もう放送がふんだんにできるっていうのはすごいいいよ。お、カブニート、おはよう。おはようございます、うん、配信のチャンスが増えたから早朝トレーニングはしない。やるとき寝る前にやる、うん、朝疲れちゃうと放送ができなくなっちゃうから、うん、やっぱ寝る前にやるっていうのが一番合ってるなと思って。トレーニングは マラソンだけとかならいいかもしれないけどね。走るだけとかなら全身筋肉痛になるからさ。宗教談義してほしい。全然いいよ、宗教談義しようか。じゃあ宗教の話題しますか。どんな話が聞きたいの。
全然話すよ、宗教の話。宗教の話いいですよ。なんで釈迦は他人を救おうとしたと思う？利他なんだっけ？まあ仏教で教えてるのはどういう教え方をしてるかっていうと、まずその釈迦は何を悟りを開くまでにすごい修行苦行を重ねるんだけど、いろんなバラモン教の高僧って呼ばれてる人たちがいて、でそのまあいろんなところからスカウトをされるのよ。要は弟子入りしてくれみたいな、要は俺の後を継いでくれって言われるのか。でも断り続けるの、真理を手に入れたいからって言って、いろんなところを転々として、でいろんなところですごい評価されるのね。でそのどれもこれも違うって言って、自分が求めてる答えなんか全然手に入らないって言って、で最後全ての苦行を捨てるんだよ。そう、天才って呼ばれてたんだけど、もういいやっつって、で菩提樹っていうでっかい木の下でその座禅を組んで悟りを開くと。でまあ悟りを開く前にその色っぽいお姉さんに誘惑されたりとか、悪魔が出たりとか、そのいろんな幻想を見るんだけど、それを振り払った先にそのニルバーナに達するのね。まあ目が覚めるんだけど、でその時釈迦は実はそのまま死のうとしたんだよ。そのこの秘密を誰にも渡さないって言って、世界で初めて俺は悟りを手に入れたっつって、そのままその死のうとするんだけど、要は独り占めしようとするんだけど、これはまあ俺はそのなんつうの、宗教的な脚色だと思うんだけど、そのブラフマーって言ってバラモン教の一番偉い神様で梵天っていうのが出てくるのね。ブラフマーとかブラフマンって言うんだけど、絶対神のことなんだけど、で絶対神が釈迦に頼みに来るんだよ。この教えを広めてくれって言って、でブッダは断るの、嫌だっつって。で断った時の理由が面白いんだけど、その一般大衆が俺の教えを理解できるはずがないって言ったの。絶対に歪んで伝わるし、そのなんていうのかな、絶対間違った解釈がされるし、悟りなんて絶対無理だよって、バカだからって。だから断るんだけど、最後の何回も何回もそのブラフマンが頼みに行くんだよ。それで最後なんて言うかっていうと、もしあなたがこのまま死んでしまったら一般大衆はその絶対に気づかないって。そう、彼らは悟れないかもしれないけど、この教えが途絶えちゃうっていうことを言われて、いやいや始めるの宗教活動。宗教活動でもないんだけど、で分かったよって言って、じゃあ生きてる間に一応人類には自分の教えを伝えることにするよって言って、で一番最初に誰に説法、要は説教だよね、教えを広めに行くかっていうと、もともとの修行仲間たちがいたのよ。要はブッダのことを尊敬してた人たち。でその人たちに悟り手に入れたけど聞くって言ったらバカにされるの。いや帰れと、お前修行投げ出したじゃんっつって、でもういいから帰れ帰れっつってバカにされて、で誰も聞いてくんないと。じゃあどうしようって言った時に、その丘の上にちょこんと座ってて、でそしたら動物たちが寄ってくるんだよね。で動物たちに向かって、その困ってる動物たちに向かって説法を始めたので、何日も経つと小鳥とかリスとかが集まってきて、もうすごいすごいって言って、動物たちが動物たちが噂を呼んで、バズマーケティングが広まって、動物たちに最初教えてたの、真理とは何なのかって。例えば草食動物とかだったら、なんで私たちは追われてばっかりいるんでしょうかみたいな、なんでいつもその肉食獣にこんな命を狙われないといけないんでしょうかみたいな、それはねみたいなことを言ってたんだって。でそしたら最初の弟子たちが、最初の弟子たちっていうか最初にバカにしてた人間たちが、なんかブッダの周りに動物がすげえ集まってるぞっつって、何なんだこれって言って、その釈迦の教えを聞き始めたっていう。で
その悟りの内容がすごかったから弟子入りしたっていうのが最初なんだよね。だからこれがまあそのまあ脚色されたエピソードだとは俺は思うんだけど、その実は仏教の本質みたいなことが本エピソードには含まれていて、ブッダは自分の教えを広める気がないっていうところがスタートラインなのがこの仏教の本質なんだよ。あの要は普通宗教っていうのは信者を獲得しないといけないもんなのね。じゃないとビジネスモデルとして成り立たないから。でも仏教の根本っていうのはまずそれを否定するところから始まってるっていうか、まずその広めようとしてないっていう、多分ね日本中とか世界中に数ある宗教の中であの階層が消極的っていうか、その元々の宗教の元素になってる人が宗教を広めることとか教えを広めることにあの興味がなかったっていうのはね、多分前例がないと思うね、うん、まあ、世界最古の宗教とか言われてるけど、そうだから他人を救う気なんて元々なかったっていうのが仏教の本質だね。納豆キムチさんそんな感じ、うん、そう動物たちでブランディングっていい面白い言い方だね。まあまあその通りなんだけど、だけど俺はこのエピソードの本質はやっぱりそのなんて言うんだろう、ブッダ自身がその自分の教えを広めようとしてない、でその理由っていうのが理解されないからっていうところが面白いと思ってる。であと他の宗教とまあ別の考え方っていうのは、神様とか絶対神が助けに来てくれるっていう考え方をしなくて、あの自発的に悟りを開くっていうか、その向こうから来るっていう考え方の、神様とか絶対神が助けに来るとか教えを導きに来るっていう他の宗教と違って、自分から悟りに向かっていくっていう変な宗教なんだよ。なんつうんだろう、ストイックというか、うん、そこは仏教の面白さじゃないかな、うん、自らその神を超えるっていうか、うん、あと仏教がやっぱ面白いっていうのは、その普通はさ、信じたら救われるよとか簡単だよとか誰でも神様見てるよみたいな言い方するんだけど、仏教ってもう時間の単位がめちゃめちゃなんだよね。あの未来永劫の業って時間の単位なんだけど、なんだっけな、とんでもない大きな島の岩の塊の島を千年100年に1回なんか天女が羽衣で撫でると、でその島が消滅するぐらい、要は摩擦で消滅するぐらいの時間のことを未来永劫の業って言うんだよね、うん、あーどうもどうも初見の挨拶してきた。そう、仏教の宗教的って脚色あると思う哲学でしょ。俺はだからあると思ってる。あのっていうのもブッダもイエス・キリストもあのなんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、結構言ってる本質的な部分一緒で、哲学者なんだよね。思想家とか哲学者とか行動家みたいな感じなんだよ。でまあキリスト教で言ったらパウロが俺は階層だと思ってるし、まあ仏教で言ったら弟子たちだよね。サンガを開いてた弟子たちだと思ってて、あのブッダもキリストも宗教ダメだっつってんだよね。宗教じゃ人は救われねえみたいな。まあキリストは結構その自分が神だっていう節とか宗教に肯定的だったけど、ブッダなんか宗教全否定だからね。だから自分が宗教をやってるっていう自覚があんまりないんだよ、うん、宗教で人が救われるんだったらこんなに人が迷ってないでしょっていうかさ。だからブッダ自身がそのなんて言うんだろう、宗教に否定的だったとか、そういうところはすごい面白いなと思うけどね。だから彼は哲学者だよねやっぱり。だからその宗教のダメなところ団体ができてきて、要はブッダの言った通り、その民衆たちをその救ってあげなきゃ、バカな奴らを救ってあげなきゃっていう風に考えた時に、そのエピソードを盛るんだよ、奇跡を起こしたりとか、うんうん、ドルさん結構いろんな枠見てるからね。必要あるっていうよりも俺は大乗仏教でそこが変質したと思ってるの。だ納豆キムチさんも俺と同じ意見だと思うよ。あの大乗仏教は仏教じゃねえと、要は日本にある仏教なんで仏説と関係ないっていう、これ江戸時代から指摘をされてるんだけど、大乗非仏説論ってやつね、うん、だからブッダの教えって何の関係もないんだよ。儒教と道教が入り混じっちゃってるから、うん、
内城非仏説、要は景況の影響を受けてるって言われてんだよ、日本の仏教は。もともと大乗は中国大陸でね発展したものだし、でそれをさらにその景況って言ってキリスト教ね、簡単に言うと大乗仏教は俺は仏教と何の関係もないと思ってる。ただ大乗仏教のすごいところっていうのは、そのブッダのニルバーナっていうのを言葉で分析して解析をしたっていうところがすごいと思ってて、要は空の概念だよね。空の概念を作ったナーガルジュナっていうのは俺は天才だと思ってるね、やっぱり。ただそのナーガルジュナ、天才は天才なんだけど、そのなんて言うんだろうな、そもそも仏教っていうのはさ、自ら悟りを開くっていう方向性があるわけじゃん。要はその何もしてないやつは何にもならねえよってブッダは言ってるわけよ。そうで、膨大に修行したとしてもなれるかどうかわからないとまで言ってるのに、お経唱えたら助かるとかもうクソすぎると思ってるよ、うん、もうそのなんつうの、民衆を助けようっていうのはそもそもなんつうんだろう、ブッダは否定してるわけだから、うん、だから俺は、なんだろう。大乗の肯定的なのはやっぱ空論。でも、今その大乗仏教を信仰してる人たちが空の概念を説明できるかって言ったら、俺はとてもじゃないけど空を理解してないと思う。いや、だから大乗の、そうそう、お経とかを読めてないんだろうね。多分、意味を分かってないっていうか。だと思うよ。そもそもが義経だから。まあそもそも教自体を釈迦は否定してるっていうかね、冠婚葬祭を禁止していたりとか、そのなんて言うんだろう、お経、要は相手がわからない言語を使ったらダメとか禁止事項に抵触してる部分が多いんだよ、日本の仏教っていう。金儲けダメだよ、冠婚葬祭関わったらダメだよって、わけのわからない呪文唱えたらダメだよって、今の日本仏教を全部それ率先してやってるからね。中国語で書かれたわけのわかんない呪文を毎日唱えて、戒名とかいうさ、読めない名前を与えて、で金儲けして、で葬式開いてんだぜ。ブッダの教えと何の関係もないよ。ブッダが説いたことっていうのは現世の欲を断ち切るっていうことでしょ。だあの幸せになる方法じゃないんだよ、苦しまない方法を説いてるの。あくまで苦しみからの解放が仏教の本質なんだよ。だから苦しみの元となるさ、あの原因であるさ、なんていうの、苦しみ取りますって、そんなこと無理だよって言った人なんですよ、うん、苦しみでビジネスやってるっていうのはどうかと思うよ。野間犬さん、おにぎりありがとう、うん、だから空の概念っていうのはそのあるとない、俺がよく自分なりの説明方法なんだけど、あの二元論を突き詰めていくと有と無になるんですよ。豊田って YouTube にいる日蓮のお坊さん知ってる？あ、全然わかんないです、僕独学なんで。独学ですね、うん、コンスケさんフォローありがとう。すごいよね、オス番長をこれから打ちに行く男の話とは思えない話だよ。これから煩悩の塊だからね、俺は。ギャンブルというブッダが最も忌み嫌ったものを今からやるのに仏教を語るっていうね、なんて罰当たりな放送なんだよ。ブッダマジ切れするぜ。今から俺オス番長3打ちに行くんだけど大丈夫かな。言ってることとやってることが全然違うワード。まあいいよね、ブッダの解説してるだけであって、俺はねブディストじゃないから。お金じゃなく食料だとどう？あのね、仏教のあの本質っていうのは、まず自分たちで生産をしてなかったんだよ。あの田畑をその耕したりとかしてなかったの。ブッダって実は乞食をずっとやってた。まあ乞食っていう言葉自体がそもそもあのなんていうの、仏教用語なんですよ。みんな知らないかもしれないけど、托鉢のことを指すのね。ソーカとかエホバとかガチで論破していくけど面白いよ、豊田って人。へえ。
いや俺は別にね、創価学会を別に否定、エホバとか否定するつもりはなくて、ただそこに騙されてる人はかわいそうだなとは思ってるけど、別にあのもうなんだ、末端信者はそれで救われるならそれでいいと思ってるし、基本的にいいことやってるから広まってるっていうのが俺の考え方なのよ。あの少なくとも役に立ってるから広まってるっていう、で数がでかいから叩かれてるっていうのが俺は創価学会のあの感想なのね。だから論破をしようとかない、ただ僕は入りませんよっていう、なんでかっていうと無宗教だからって答えるの、だから俺冠婚葬祭実際関わらないのよ、カルトだから。だけどその何かを信じてる人の大切にしてるものを壊すっていうのは俺は違うと思ってるから、俺はやらない、関心がありませんっていう、まあ、関心はあるんだけどね、聞くけどやりませんっていう、それが俺のスタンスかな。なんだって自分が大切にしてるものをさ壊されるのは嫌じゃん、そう思わない。例えばその俺も放送を否定されたら嫌だし、まあ興味がない人からしたらなんでこんなことやってんのって、もっと儲かることあるじゃんとか、もっとやることあるじゃんっていう人いっぱいいるんだよ。だけど俺は好きで放送っていうのを選んでるし、そうそうそう、だからその俺は別に創価学会の人に悪くされたことって一回もなくて、実は創価学会のリスナーさんも多いんだよ、創価学会のリスナーさん多くて、で大乗仏教の否定の話俺はするけど合ってると思うとか言ってくれんのよ、だけど違うんだよ、あそこまででかくなるとシステムとかつながりだから、だから無限に何かを否定するっていうのは俺はあんまり賛成はしない。そう、論破すればいいっていうのもまさに欲だから、そう、俺の方が正しいっていうのはマウンティングっていうんだけど、お猿さんとかが俺強え俺強えって言って弱いオスとかをボコボコにするのマウンティングっていうの、いやコメントとかでもあるでしょ、俺の方が強えみたいな、別にその誰も聞いてないのに、そうヤンキーとかもそうじゃん、一番強えやつ誰だよっていう、そう、なんとかライブラリーに朝原ハマってるってマジ、ライブラリー朝原入ってる入ってる、わかんない。っていうか朝原翔子は今もうあの精神崩壊してるよ、娘があのなんだ面会に来て目の前で娘を置かずにオナニーしちゃうぐらいぶっ壊れてるから、なんかに侵入してるとかそんな状態じゃないよ朝原は。まず否定から入る人は自分で視野を狭めて、そうそう、それは俺は物差しのデカさだってよく言ってるんだけど、人間っていうのは物差、これ仏教の話はいいんだけど俺の考えなんだけど、人間っていうのは物差しを持ってるんだよ、器と言ってもいいけど、俺は物差しっていうの、物を測る尺度を持ってるの、これがでかい人と小さい人がいるんだよ。で人間の悪いとこっていうのはこの物差しからはみ出したもの、嘘とか偽りだっていうの。でも物差しのでかい人、視野の広い人、世間を知ってる人っていうのは受け入れる許容範囲がでかいのよ。そう、例えば株で100万儲かったっつったら嘘に決まってるじゃん、そんなのあるわけないじゃん、配信で儲かったそんなのあるわけないじゃん、騙してるに決まってる。要は自分の知らないもの、物差しからはみ出てるものを受け入れられない人っていうのは多い。でその成功するかどうかは関係ないけど、人生を豊かにするのかどうかっていう問題で、物差しがでかければでかいほど俺は人生っていうのが豊かになるって考えてるから、どんなに嘘っぽいことでもまず受け入れることから、で相手を否定する必要ってないんだよ、自分の人生に取り入れるかどうかを決めればいいだけだ、自分の中だけで。そう、それが俺はそのバレーニョさんの言うところの、マレーニョさんは視野を狭めてる人だと思うっていうけど、俺は物差しの狭い人間っていう風に表現するかな。自分の中の物差しはでかければでかいほど受け入れる幅がでかくなるんだ。その中でその情報、嘘か本当かわからない情報を受け入れた中でどれを選択するのかっていうのが俺は正しい生き方だと思う。自己決定だから、間違ってることを無限に間違ってるっていうのは自分の愚かさをさ、そのね、出しちゃうことになる可能性があるから、何でも否定するっていうのは自分の小ささをね、あの広めてるのと一緒なんだよね、
俺はそういうことだと思うよ。人間っていうのは限られた情報でしか生きられないんだよ。限られた情報の中で選択することしかできない。だから経験は多い方がいいでしょ。受け入れるのは難しいけど、実はね、その人間っていうのは耳が2つついてて口が1個しかついてないってことは、情報を取り入れることっていうのがどれだけ重要か。要は発言する器官っていうのは口しか持ってないわけじゃん。でも目であったり鼻であったり耳であったり触覚であったりっていうのは情報をインプットする能力でしょ。だからその危機管理能力として情報を手に入れないやつっていうのはバカなんだよ。喋ることよりも実は重要なことなの、敏感に察知するっていうことは。そうだから感じることがすごい重要で、生きていく上で、受け入れなくてもそう聞く姿勢みたいなのはすごく大事だと思う。相手の言ってることを理解しようとするっていう、だから俺はいつも普段生きるときに注意してるのは、自分より賢い人間の話っていうのは遮らないようにしてる、この賢者の前で語ることほど愚かなことはないっていうのが俺の考え方。だから自分よりも成功してる人とか知識がある人とか経験がある人の前では俺だんまり決め込むから、何にも喋らないよ、聞き手に回る。その方が人生豊かになるから。喋りたかったら自分の枠で喋ればいいわけだ。みんな聞いてくれるから。喋る場所と聞く場所っていうのは切り替えてるかな。だからリアトツとか結構黙ってること多いよ。放送だと喋るけどね、喋るのがね仕事みたいなもんだからね。これは必ず一回聞くね。間違ってると思ったら反論はするけど、だけどそれはあの頭ごなしにこうであるっていうんじゃなくて、俺はこう思うんだけどどうっていう、要は俺が理解できてるのかの確認をするんだよね、で自分でその反芻したことであったらそれは考えてると、自分でも思ってると。だけどその上でこういう結論が出たんだっていうことは、対話の機会は必ず設けるかな。頭ごなしに否定はしない、だからいつも否定するときは無礼な人間だね、話を聞く気がないやつ、自分の言いたいことを言いたいだけのやつっていうのは俺は対話をする必要がないと思ってるから、自爆を開けばっていう、俺はお前の話を聞く気がないっていうそう、その自分の話がしたい人は枠を開きなさいっていうふうにしたか、どうした、だから何だろう、一番その宗教の中でブッダの仏説っていうのが一番響くっていうのが、彼が言ってることがその正直だっていう風に感じるんだよ俺は。その正論を言ってるように聞こえる。例えばそのなんで坊さん金儲けばっかりしてるんだろうとか、釈迦の言ってることを知らなかったわけじゃん俺は。なんでこいつらこんなことやる、なんで戒名とかで金かかるんだろうとか、でもブッダに聞いたら観光総裁はカルトだって言ってんだよね。死んだら何もないと、それはただのものだっていう、もう誰もが心の底から思ってることをスパッと言ってるんだよね、だからそこに執着しても苦しむだけだよって、まあ、俺はブッダの言ってることが本質的に正しいと思ってるし、だからこそ何千年経っても受け入れられてるっていうか、こんだけ文明が栄えてもその生き残ってる教訓なんだなと思う。でなんでそのブッダの教えっていうのが今その何千年経った現在でも聞いてるかっていうと、答えは簡単なんだよ。死の学問だからな。
生きることの学問でもあると同時に死の学問、ブッダが逃げなかったのっていうのは 死なんだよやっぱり、宿泊区なんだけど、宿泊区のね、宿の中の一つだよね、生老病死の死だよ。で、死ぬことと生きることがリンクしてるっていうことを彼はよく理解してるの。で、人間というのは必ず死ぬんだよ、必ず死ぬんだよ、ずっと生きてる人間でいないじゃんっていうことは、もう普遍的なテーマなんだよね、ブッダが向き合ったことっていうのは。人類すべてが対話の心を持てば戦争、企業がいつか発展しても戦争ってなくなるんかな。俺の結論なんだけど、最近ね、戦争については実はね、経済学とか政治とかを勉強してて、今あんまり政治の話しないんだけど、戦争っていうのが公共事業なんだっていうことを理解したの。実は戦争って必要なロジックなんだっていうのが分かってきて、そう、今複雑な心境だよ。戦争っていうのは実は起こしたくて起こしてるんじゃなくて、行き詰まった人類の最終的な手段なんだって。公共事業なんだよ、多分ピラミッド建設と変わらないんだよね。要はその貴族階級であったりとか平民階級とかの格差を打破できるのって戦争しかないっていう理屈がよく分かった。要はそれだけだとは思わないよ。宗教的理由、経済的理由、国家的な理由とかいろんな要因があるけど、実は公共事業として一番有力なのが戦争なんですよ。あとはその政治でうまくやるんだったら土建であったりとかいろんな方法があるんだけど、その経済が行き詰まると戦争が起こるっていう条件っていうのがビタビタにリンクしてるんだよ。だから世界恐慌の後にさ、世界大戦があったりとか、そう、昔で言うとその食料なんだよね。そう、だからその戦争ってイデオロギーで起こしてるって思ってる人は、実はその昔の大陸の飢餓、要は砂漠化とか飢餓とか食糧難とかと、リンクして、要は地節学っていうのかな、その地球で起こってる気象現象と戦争を当てはめてみるとビタビタに合うっていう。人間ってイデオロギーとかで戦争すると思うじゃん。価値観の違いであったり思想の違いで戦争を起こしてるんだっていう風に見てたんだけど、ただ単に国が貧乏になったり国が食えなくなったから侵略してるだけなんだよね。人間は戦争がない保てない本能としてある。俺はだからずっと言ってるんだけど、前から言ってる主張は、地球から戦争をなくす方法は一つで、宇宙人に侵略されることだっていう。いや、実は今言おうとしたの、夏尾さん、俺は本気で宇宙人作って宇宙人に侵略させられてるような感じにすれば、だからそれをねずっと言ってたんだけど、テラフォーマーズがそれをやってね、やられたって思ったよね。テラフォーマーズ、要は火星人が攻めてきて地球が一体となるっていう、まさに俺が言ってる主張とビタビタに合う。要はその外圧で国がまとまるっていうのはもうずっと歴史上そうだから、国ができる過程なんだ、プロセスなんだ、だから地球規模を一体化させるには外圧が必要だっていうふうに俺は考える、本気で考えてる。だから頭のいいやつとか世界政府みたいなのが、要は金持ちたち集めて UFO とかをいっぱい作ればいいんだよ。でその人類に知らさないで侵略されてますってやればいいんだよ、戦争なくなるよ。外圧の外圧、いやだからそれはずっと続けていけばいいじゃん。銀河戦争とかやればいいんだ。宇宙には地球みたいな生命体が何個もあるのをニュースでしてた。いやそれは常識でしょ。例えば俺が野間犬さんね、いつも言うのは、地球上にある砂粒の数よりも宇宙に存在する、確認されてるだけで宇宙にある星の数の方が多いんですよ。途方もない多さなの分かるでしょ。地球上に存在、砂漠とかにも含めてだよ、地球上に存在する砂粒の数よりも宇宙にある惑星の数の方がはるかに多い、だから常識的に考えて宇宙人、要は宇宙人って言うとあれかもしれないけど、知的生命体は必ずと言っていいほどいる。で、なんだっけ、ホーキング博士の計算によると、200万個体はいるだろうと、おそらく200万個体。じゃあなんで宇宙人と接触ができないのかっていう問題。要は大気があって水があってとか、地球みたいな惑星がどれくらいあるかっていう計算式なんだけど、それは。
で、なんでかっていうと、宇宙時間で計算すると、知的生命体、まあ、その地球が誕生してから成熟して水ができて、その炭素があってっていう風に、どんどんどん進化していくんだけど、星の単位で見ると最終形態なわけよ。知的生命体って。で、まあ、その地球がなくなるって話じゃなくて、星っていうでかい単位で見たら星の末期に誕生するわけよ。で、星の末期で限定的に誕生するわけよ。で、さらに宇宙のその知的生命体と知的生命体の惑星間の距離が離れすぎてると。簡単に言うと、もう超一瞬だけ知的生命体が発生して距離が離れすぎてるから、要はそれを飛び越えるだけの、あの時間が足りないんだっていう計算なんだよね。うん、その惑星間の宇宙時間が長すぎると、地球、だからまあエヴァンゲリオンっていうアニメは最後何をするかっていうと、その人類が生きていく痕跡っていうのをエヴァンゲリオン初号機に込めて惑星を漂わせるんですよ。永遠の生命を与えて、そう、痕跡だけを宇宙に漂わせるっていう。で、他の知的生命体が確認できたら地球があったっていう証拠になるでしょっていう物語なんだけど、うん、それが原因。地球に来れる知的生命体がいたとしても寿命の問題で来れない。そう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 。だから現実的なやつはあるの、その SF とかに。それはどういうことかっていう、超巨大な宇宙船でその中で生産できる、要はその食物連鎖とかを作っちゃうので、何台も何台も何百台も知的生命体をその宇宙船の中で作る。それは可能性としてあり得るけど、まあまあ、それでもこの星の数ほどある、要は宇宙上に砂粒の数ほどあって地球にたどり着く確率っていう。で、実はね、これね、リスナーさんの質問で俺答えて和道天才って言われたんだけど、もし人類が死滅するとしたらどうするっていう質問に対していろいろ考えて、俺は人類の種となるものをウイルスにして宇宙にばらまくって答えたの。もし俺が可能、もう人類が滅ぶんだとしたら。で、それを言った時に和道天才だなって言われて、それが人類の種なんだよって言われたの。要は、あの、人類の、実は進化、あの、ダーウィンの進化論っていうのが、その、今、その生物界の定説になってるわけじゃん。学問の、もう定説でしょ。ただ、ダーウィンの進化論って、ダーウィンって何て言ってるかっていうと、人間だけはわからないって答えてるのね。猿から進化したんだろうけれども、明らかに急激にレバレッジがかかる瞬間があるの。いきなり類人猿になって言語を使って火を使ってっていう、そのタイミングがおかしいって言ってるのね、ダーウィンは。明らかに急激的ですけど、要は俺はどう考えるかっていうと、他の惑星からウイルス飛ばして、で、たまたま猿に付着して、要はそのウイルスに適合する DNA が猿だったんだよ。それなんじゃないかなっていうふうに考えてる。他の生命体に人類というものを認識させるのが人類補完計画の目的だったのか。そうそう、厳密に言うと違うんだよ。人類補完計画って3つのシナリオがあったんだけど、言動のシナリオは実はシンジ君にぶっ壊されてるんです、うん、そう、ありえないスピードなんだよ。それのね、用語を忘れちゃったんだけど、なんか急激なポイントがあるんだよね。そのポイントの理解がね、解釈ができないんだ。ミトコンドリアとか、そう、だからそのまあ俺らっていうのは実は酸素っていうのをエネルギーにしてるんだけど、それはね、もっと海にいた微生物の太古の時代なんだけど、海にいてその核だけしか持ってない生物だった時に、核ゆっくりゆっくりその融合したり離れたりして生命の源みたいなのができたんだけど、ミトコンドリアっていうその全く別の DNA を持ってるものを体に入れたやつがいたんだよ、その核の中で。で、DNA、ミトコンドリアを入れた瞬間にどういう現象が起こったかっていうと、猛毒である酸素をエネルギーにしてるやつだったの、ミトコンドリアっていうのは。で、その単細胞っていうのが、急激に、要はスピーディーに活動できるようになったの。要は酸素っていうエネルギー、要は毒物はエネルギーに変えることができたから。それで実はその、生命の爆発、カンブリア紀とかに影響を与えてるんだよね。宇宙人に遺伝子改良された説。だからまあ、それが、要は人類も同じことやるんじゃないかな。例えば、その、人間だけをノアの箱舟作ってバーって移動させるっていうのは現実的不可能じゃん。それよりも、
その人類最後のあがきで地球があと100年で滅亡しますって言ったらどっかに引っ越そうとか無理じゃん。だったらその引っ越すかもしれないんだけど、俺はその人類の種とか DNA みたいなものを宇宙中にブワーって拡散させる方が確率的に面白いんじゃないかなっていうふうに思ってるけどね。昆虫って恐竜がまだ地球にいた時代に落ちてきた隕石を付着してた。まあ明らかに別の生命体だよな。もしくは地球にもともといた可能性もあるかもね。まあだから宇宙ってわからないことだらけなんだよね。地球の表面はねだいぶ理解できるようになったけど、深海とか地底とかは全く理解できてないからね、人類も。そうそう、人間っていうのは本当なんかね、地球を超えた存在みたいに傲慢だからやってるけど、地球の一部だからね。人間なんて本当動物と変わんないよ。深海時まさにそれだよね、未知の生き物がたくさんいる。あと仏教が宗教じゃないっていう、そのまあ仏教が宗教になり下がったとも言ってもいいんだけど、仏教って実はそのなんていうのかな、他の宗教と根本的に違うところがあって、あの仏がいないって言っても仏がいるって言っても矛盾をしないんだよ。例えばキリスト教、ユダヤ教、イスラム教とか他の宗教って神がいないって言うと激怒するんだよね、牧師さんとかって。なんでかっていうと神様がいなかったら全てが成り立たないから。神様ありきで聖書があるの。神の下の概念に聖書っていうのがあるの。では神様からいただいたものでしょ。だけど仏教っていうのはブッダの上の存在っていうのがあるんだよ。仏の上の存在があるのね。それなんだか知ってる？仏よりも上の上位概念があるの。石油を培養できる生命体がいたりし、まあ全然いるだろうね。ていうか俺はその知的生命体が人類みたいな形をしてるとはとても思えなくて、人間が想像もできないような形をしてたりとか大きさだったりすると思うよ。なんか手があって足が2本あるっていうのはなんかもう人間の想像で作ったものだなっていうふうに考えて、もしかしたら脳みそ自体がないかもしれないからね。もっとなんかもっと高次元な可能性もあるし、人間をベースに作ってるとしか思えないもん。あのグレイとか。
ミストって映画はそれをうまく表現してる。へえ。演出ですからね。僕の演出ですよ。月の裏側には月があるんだよね。あ、ブッダよりも上の上位概念っていうのは簡単で、ブッダも言ってるんですけど、漢字で書くと法って書くんですよ。まあ現代語で言うと宇宙法則って言います。要はダルマって言うんだけど、サンスクリット語かな？で、ダルマって言うんだけど、ダルマを手に入れる、宇宙法則を理解した人がブッダって考えるの。だから普通の人は宇宙法則を理解できないから、ブッダになれません。だからブッダはいませんって言ってもそりゃそうだろうって答えるし、ブッダはいます、そうだねって、ダルマを理解したらブッダだねって、だから怒らないで済む。はい、クミタン行ってらっしゃい。そう、要は仏教っていうのはダルマを理解するかどうかな、まあ空を理解するか、そう、まあダルマの中に空があるんだけど、そう、その通り。それを悪用したのが現代の大乗仏教だよね。要はブッダになったんだからお経を書いていいじゃんって。要は教義を変えちゃうのよ。ブッダの教えを歪めちゃう。例えばお経を唱えたら救われるよっていう、ブッダが言ってたよって。釈迦が言ってるって言わなきゃいいんだ。釈尊。まあ釈尊と釈迦は全然違うんだけど。そう。そうやって新しいお経をどん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 作っていた。でも卑怯なのはそれを説明しないでしょ、お坊さんが。ブッダの教えだって言っちゃうでしょ。あたかもそのシャクソンが作ったようにゴーダマ・シッダールタだよね。まあゴーダマ・シッダールタではないけど、初代ブッダが言ったことじゃないじゃん。それは仏説じゃないでしょ。ブッダが言った通り、そのバカには理解できないっていうのと、要は歪めて伝えられるって言ったのは予言通りになったってことね、現代仏教は。ブッダはもう1000年先2000年先を予言してた、俺の教えなんか理解されねえよって、伸びてますね、ヒゲ濃くなっちゃいます。ジェルデさんいらっしゃい。ブッダの言ったことはすごくシンプルでもあって、すごく深いことも言ってるの。この世にある全ては幻って言ったんだよ、彼は。まあ言い方は違かったかもしれないけど、まあ現代語訳だと俺はそう解釈するのが一番いいと思うから。そう、宇宙法則を理解するってこと。それがブッダ。ブッダ IQ 多分めちゃめちゃ高かったろうね。なんか仏教って頭の悪い学問だと思われてるけど、あの中国大陸でも超勉強を積んだ高僧、要はエリート階級の超エリート階級じゃないと、まず仏教って教えられなかったんだよ。日本でもそうでしょ。遣隋使遣唐使って言って、超一流の学問を収めていたもう神道たちがね、あの中国大陸の行くのに航海するときに6回にね、6回中5回は死ぬっていうリスクを背負って行ったわけよ、海を越えて。エリートしか収められなかった学問なのね。で、ブッダが IQ 高い証拠としては、彼はマガタ語っていう言語を使ってたんだけど、サンスクリット語であったりとか、多言語を使って説法をしてたの。相手にわかりやすく。そう、バカにはバカの説法を。で、バラモン教の構想とか、王様には王様に沿って、教義を教えてたの。だからみんな知らないかもしれないけど、
地獄に落ちるぞとかくだらないことを言ってる時っていうのはバカ相手にしてる時の、庶民相手にしてる時の。なんで庶民に地獄に落ちるとか六道輪廻っていう、その死んだらどうなるっていう話をしてたかっていうと、庶民はバラモン教を信仰してたから、そういうなんつうの前提となってる条件があるわけよ、自分たちの死生観っていうのは。かけさんおはよう。だからその生まれ変わりがあるっていう人に対しては生まれ変わりを前提として説法をしてるの。だけど王様、要は王とか皇族、要は政治とかをやってる人たちに対してはそういう会話自体をしてないのね。それを待機説法って言うんだけど、相手に合わせて相手のその論理で戦うっていう、自分から論理の展開あんまりしなかった人なんだよ。そう、相手の、要はディベートの天才だったんだよね、実は。多言語を使って、まあそれはね、彼がその英才教育を受けてたっていう、その王子様だったっていうのがバックボーンにあるからできたからだって言われてたりとか、まあその仏教の勉強してる人っていうのは、もしブッダが王子様じゃなかったら仏教は広まらなかっただろうねっていう、もう天才的な条件が噛み合ってたんだよね。まあ確実に殺されてるから、バラモン階級じゃない人がバラモンを名乗っちゃったわけだから。そう、だから元々にあるね、そのバラモン教を理解しないと仏教っていうのはなかなか理解しづらいかもしれない。今でいうまあヒンドゥー教なんだけど、バラモン教の世界観を否定した人がブッダなのね。まあ、ウパニシャット哲学って言うんだけど、ヒンドゥー教の元になってる、バラモン教の元になってる最終経典がウパニシャット哲学なんだけど、簡単に言うと、一言で言うと凡が一。アインシュタインについてどう思う？まあ天才としか言いようがないよね。まあ俺はほら、自分がアスペルガーっていう病気だから、アスペルガーを作った人っていう、アスペルガーっていう概念を作った人だから、まあ、本人が持病だったからね、アスペは。アスペルガー協会っていうところの会長さんなのね、初代。新人類だよね。輪廻は否定も肯定も釈迦はしてないけど、どう思う？実はね、間接的に否定してるんですよ、輪廻転生っていうのは。釈迦は実際その輪廻は否定も肯定もしてなくて、その無言を貫いたっていうのはお坊さんは言ってるけど、実はそれね、大乗仏教を言ってるそのお坊さんの説法の仕方で、俺は卑怯だと思ってるの。なんでかっていうと、まずアートマンの否定と空論をちゃんと理解してたら、釈迦が輪廻を否定してることは明確なのよ。なんでかって言ったら、アートマンはいないって言ってるわけじゃん。アートマンがいないんだったら輪廻する魂がないじゃん。だから俺はその釈迦は否定も肯定もしてませんっていうやつは、俺は勉強不足だと思ってる。なんでかっていうと、根本の魂を否定してるんだもん。でしょ？俺の言ってる方が正しくない？仏教の根本っていうのはアートマンの否定だから、それが空論じゃん。大乗仏教で 空であるって言ってんだから、だからもっと現実的に捉えると、輪廻っていうのは現世のことなんだよ。今いる魂サーセンって。え、でもそう思わない？納豆さんだったらわかるじゃん。アートマンの否定してる、魂の否定をしてると。データベースなんて存在してないと、諸行無常だって言ってんだよ。ブッダは魂はないっつってるの。だから輪廻する魂がないんだから、それはだからお坊さんちょっと勉強した方がいいんじゃないのっていう。自分の都合のいい教義ね、洗脳されてるとしか俺は思えない、魂はない。俺はそういう風に解釈してるけど、俺が釈迦だったら多分そこは同意してくれると思うよ。自分の頭で考えて、そういうことですよねっつったら、そうだよって。分かんないよ、ブッダはもういないから。魂どころか自我がないって言ってるの、仏教は。自分なんてものは存在しないって言ったのよ。まあ魂の否定でもいいんだけど、自分自身も存在しない、魂なんてそんなもんカルトだって言った人がさ、生まれ変わるなんて絶対言わないよね。
なんでその肯定も否定もしなかったっつうと、俺は輪廻転生を信じてたバラモン教の信者たちがもうごまんといた時に、それを言っても彼らは納得できないっていうのを理解してたから無言を貫いたっていうのが俺の解釈なんだよ。縁起を突き詰めると空になると理解してんのかどうかな。違う、全然違う。じゃあ次空の解説をしようか。次枠で多分ね、空の意味が分かってないんだと思う、納豆さんは。分かりやすく、まあ縁起を突き詰めるとっていう言い方でもできるんだけど、さっきも言ったんだけど、空って何かっていうと、二元論で有と無になるの分かる。最終的に突き詰めるとあるかないかだけになるの。西洋哲学的なこと。魂はないって言い切っちゃうソースあるの。ソースを出せって言われると、その何て言うんだ、反論する人が俺はソースを出すべきだと思うけど、例えばね、ポポポさんに言いたいんだけど、まずウパニシャット哲学のボンガ一如のボンとガっていう概念があるんだけど、あのそれの解説をしてもいいかな、次枠で。ソースを出せっていうよりも、仏教を理解 してちゃんと空とか縁起とかを理解してるんだったら、なるほどっていうような、ちゃんと論理を説明することはできるから。だけど、そのソースを出せ、経典を出せっていうのは反論する人が出すべきだと思ってるの。俺は多分その今まで本を読んできてたりとかそのしてるわけじゃん。魂はないっていうのは、釈迦がどういう論理を展開したかっていうことよ。次役で説明してもいい？ポポポさん。空のことと、その魂はないってなぜ釈迦は考えたかっていう説明、これつながってるから。実は納豆キムチさんの縁起を突き詰めると空になるっていう論理と、魂はないっていうのは実はつながってんの。そう、悪魔の証明になっちゃうんだよ。そう、反論をする人がソースを出すべきの。そう、そうじゃないと悪魔の証明になる。そう、証明することはできないんだよ。うん、それはね、まあ哲学とか勉強してる人だとわかるんだけど。じゃあ次枠で釈迦の見た世界を解説します。お疲れ様です。ありがとうございました。おつです。鳥おつです。証明責任という勝ち負けの話じゃなくて、考える根拠。だから次枠で説明するっつってんじゃん。話聞いてないな。うん、次役で説明しますよ。自我がない、要は魂っていうのは自我のことなんだけど、うん、ポポポさん別にそこから逃げないから。うん、かけさんお疲れ、クロレラさんお疲れ。うん、ぜひ見に来てください。うん、お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。